お母さんとは絶縁しますので、今後一切連絡しないでください。いきなり何なの？昨日お茶したばかりでしょ？姑に気を使うのは疲れました。娘のことも甘やかしすぎだし、教育に良くないので。絵を褒めただけじゃない。おもちゃも買ってないし、お小遣いもあげてないわよ。とにかく私たちにはもう関わらないでください。突然そんなこと言われても、自分の息子とも会えないの？そうなります。どうしてあなたにそこまで言われなくちゃならないのよ。私が何かした？年を取ると鈍くなるんですね。自分が嫌われてることすら気づけないなんて。こうはなりたくありませんね。ユリナさん、どうしちゃったの？私たち仲良くやってたじゃない。演技に決まってるでしょ。そうは思えなかったわ。そんなんじゃ詐欺師に騙されますよ。気をつけてくださいね。あなたたちにもう会えないなんて耐えられそうにないわ。ただでさえ一人で寂しい老後よ。考え直してくれない？いっそのことを老人ホームにでもお入りになったらどうですか？まだ足腰も弱ってないし、病気もないもの。とりあえず私と夫の番号を消してください。そこまでするの？できれば引っ越ししてほしいくらいです。同じ町内ではすれ違うこともあるので。心配しなくても、そこまで言われて話しかけるほど無神経じゃないわ。では失礼します。仲良くしていたお嫁さんから突然の絶縁宣告にしばし呆然としてしまいました。私は沢子、62歳で一人暮らしです。夫を早くに亡くし、息子と二人で生きてきましたが、ユリナさんと結婚し、孫までできて賑やかになって嬉しかったのに。孫のルナちゃんを連れてよくうちに来てくれたユリナさん、本当の娘のように冗談を言い合ったり、ドラマを見て泣いたり、楽しい毎日でした。私が悪いなら謝りたい。挽回のチャンスすらもらえないのは、私がそれだけのことをしたということなのでしょうか。でもやはり納得がいかない。ユリナさんはそんな人じゃないはず。私の疑念が確信に変わった時、事態は急展開を迎えるのです。2週間後。母さん、体調悪いのにルナを預けてごめん。出張だから助かったよ。私は構わないけど、ユリナさんはどうしたの？ちょっと実家でいろいろあったらしくてさ。あら大変ね。でも私が預かっていいのかしら？ユリナが母さんが体調を崩してるから近寄らないようにって言ってたから迷ったんだけど、母さんしか頼る人いなくて。そういう意味じゃなくて、ユリナさんから家族と会うなって言われて絶縁されたのに怒られないかなってこと。は？あいつそんなこと言ったの？もう二度と関わるなって言われて辛かった。それで母さんが体調不良だなんて嘘をついたのか。なんて女だ。でもこうやってマサヤが頼ってくれて嬉しかったよ。久々にルナちゃんにも会えたし。俺と母さんは親子だよ。縁を切るなんてありえない。そうよね。安心したわ。明日には迎えに行くから頼んだよ。マサヤ、ちょっと待って。何？さっきお昼にカレーを作ったの。うん。ルナちゃんが冷たくなったママにカレーあげたら治るって家を飛び出そうとしたのよ。一体どういうこと？嫁なら家で元気にしてるよ。ならいいんだけど、冷たいって言葉が引っかかって。5歳児の言うことなんか真に受けるなよ。ただ風邪ひいて寝てるからそう表現したんじゃないか。さっきユリナさんは元気にしてるって言わなかった？いや、大した風邪じゃないってこと。ああ、そうなのね。さっきの件だけど、ユリナが絶縁したいって言ったんなら、そうしてくれないか？あなたも同じ考えなの？いや、ふりをするだけだよ。俺とルナはたまに顔を出すからさ。ユリナには嫁姑のいざこざでストレス抱えてほしくないんだ。私、自分で気づかないうちにユリナさんにきつく当たってたのかも。反省しなきゃ。母さんはよくしてくれてるよ。ユリナがちょっと神経質でわがままなだけなんだ。ごめんな。みんなで会えないのは残念だけど、何かあればこうやって頼ってね。うん、助かるよ。ルナちゃんはカレー食べてお絵かきしてるわ。ママばかり描いてる。子供はママが好きなんだよ。そうね。
ルナちゃんにとってはいいママだもんね。悪いけど、ルナのこと明日まで頼めるかな。出張なら仕方ないわ。こっちなら大丈夫だから。仕事を頑張って。ありがとう。翌日。あんたの出張は山の中なの？え？今雑木林で発見されたわ。どれが？あら、変ね。なんで人間だと思うの？いや、雑木林といえば普通は人だと思うだろ。私ならイノシシかしらと思うけどね。悪いけど仕事なんだ。くだらない話なら後にしてくれないか？あんたは刑務所行きよ。何を言い出すかと思えば。ユリナさんに何をしたの？え？答えなさい。俺は知らない。昨日突然姿を消したんだ。嫁に逃げられたなんてかっこ悪くて言えないから黙ってただけだよ。違うわね。ルナちゃんを置いて消えるなんてユリナさんに限ってはありえない。本当なんだって。私おかしいと思ったのよ。ユリナさんが絶縁だなんて何か裏があると思ってた。ただの嫁姑のいざこざだろ。違う。私たちは仲が良かった。だから信じられなかったの。でもルナちゃんを預かった時に確信したわ。子供の言うことを真に受けるなと言ったよな。母親が冷たいなんて普通の子が言うと思う？温度とか体温とかまだわからないんだよ。ルナちゃん言ってた。ママはずっと寝てる。お目目開けないの。おしゃべりしないの。これを聞いて誰が風邪で寝込んでると思う？インフルだったんだよ。じゃあなぜそんな人が車で4時間もかかる場所にいたのかしら。そうね。調べればわかることよ。街中や高速道路、至るところにカメラはある。あんたが移動してれば全部バレるの。調べればいい。俺は新幹線で出張に行ってる。車なんて運転してない。え、本当に？会社に聞けばわかることだ。よく息子を疑ったな。だって、ユリナが絶縁したいって言った気持ちがわかるよ。あなたがやったんでしょ？知らねえよ。ユリナは病んでたんだ。だから絶縁とか失踪とかそうなったんじゃないの？何もかも俺のせいにすんなよ。だったらどうして？男でもいたのかもな。まさか。その男とトラブルにでもなったんだろ。男女のもつれってやつだ。それが原因だとしたら、私と絶縁する意味がわからない。どうでもいいだろ。ただの裏切り者なんだし。で、ユリナの葬式はいつ？解剖とかあんのかな？何言ってるの？仕事忙しいんだよ。何日も休むとかマジでだるい。ルナの世話もちょっと厳しいな。母さんに任せるよ。ルナと遊べてラッキーじゃん。悲しくないの？浮気するような裏切り者は消えてくれてありがたくね。浮気してたかどうかはわからないでしょ。絶対そうなんだよ。俺にはわかる。今日帰るのよね。会って話しましょ。明日まで出張になった。ルナをよろしく。こんな時に仕事？どうせ捜査や取り調べでめんどくさい毎日が続くんだ。一日くらいゆっくりさせてくれ。やけに冷静なのね。昔から怖がりでこういう時には慌てるタイプなのに。俺も成長したんだよ。いつまでも子供扱いするな。いいから早く戻りなさい。うるせえな。マサヤ、返事しなさい。翌日。電源入れたら警察からの着信がどえらいことになってたわ。母さん何か言われた？大変な騒ぎよ。取り調べなら俺に聞いても何も知らないって言っといてくれない？出張だって。お仕事ご苦労様。は？ユリナ？出張なんてない部署なのに不思議なことがあるものね。母さん、何のいたずらだよ。死んだ人間のふりするなんて悪趣味すぎるだろ。誰が死んだと言った？え？だって雑木林で見つかったって。そうよ、生きて見つかったの。そんなはずない。俺は確かに。確かに何？いいよ。ユリナさんから全部聞いたわ。これで全てが腑に落ちたわ。なんでだ？どうしてこうなった？
ユリナさんは私を守ろうとして距離を置いたのよ。何から守るんだよ。あなたよ。は？私の保険金が欲しかったんでしょ。何言ってんだ。母さんには長生きしてほしいに決まってるだろ。嘘よ。あなたのパソコンの検索履歴を見た。お前、勝手に見るなって言ったよな。ルナの幼稚園の調べ物が必要だったのよ。人が自然に死んだように見せかける情報なんてネットに載ってた？興味本位だよ。私も最初はそうだと思った。でも保険金、受け取り日数、母、葬儀、キビキ、これは何のため？随分と具体的だけど。不測の事態に備えて知識として持ってても損はないだろ。ユリナさんはこの履歴を見て私が狙われてると思ったの。それで絶縁なんて激しい言葉で私を遠ざけたのよ。お母さんには辛い思いさせてすみません。息子に命を狙われてるなんて言ったら嫁に絶縁されるよりショックを受けると思って。そうね、到底信じられなかったと思うわ。この人が何を考えてるのか見極めるまで近づいてほしくなかったんです。仕方ないわよ、考えがあってのことだったんだもの。こんなのユリナの妄想だ。私が生きている以上もう何を言っても無駄よ。だって私を鈍器で殴ったのはあなたなんだから。んで生きてるんだよ。あの時は確かに意識を失ったよ。でも目が覚めた時、私は冷房のガンガン効いた寝室に寝かされてた。腐敗しないようにしたのね。だからルナちゃんがママが冷たいとしきりに言ってたのよ。俺はてっきり。あなたは昔から夜中にトイレにも行けないほど怖がりでビビリだった。そんなあなたが死んだと思った人間に近寄って心拍や呼吸を確かめる根性がなかったのは容易に想像できるわ。当たり前だろ、恐ろしくて顔も見れなかった。ルナが見てもいいように布団をかぶせてくれてたから助かったけど寒かった。なんで死んだふりなんかしたんだよ。きっとどこかに捨てに行くと思った。その証拠を押さえないとあなたを刑務所に送り込めないでしょ。生きてたんだから警察沙汰にする必要ないだろ。私のためよ。は？ユリナさんの保険金を手にしてもいつかは使い果たす。そうなれば次は私を狙うでしょ。そのためには刑務所に行ってもらうのが一番安心だと思ったのよ。そういうこと。私のために危険なことしてどうなってたかわからないのよ。すみません、どうしても許せなかったんです。夫が刑務所に入っていいのか。息子が犯罪者なんて嫌だろ。お前ら俺のことを一体何だと思ってんだよ。犯罪者、クズ、人手なし、ゴミ、生き恥、排泄物。もういい、やめろ。いくらでも出てくるわ。まだまだあるのに。本当に恥ずかしい。こんな息子に育てた覚えはないのに。お母さんのせいじゃありません。彼は親の手を離れたもう一人の人間です。すべて自己責任なんですから。なぜユリナさんを殴ったりしたのよ。夫婦喧嘩の延長だよ。喧嘩なんてしてない。正直に言いなさいよ。私の保険金が欲しかったんでしょ。違う。私の作戦にまんまと引っかかったくせに。え？父親の付き合いで1億の保険に入ってたって言った瞬間目の色が変わった。お母さんから私に標的が変わると思ったし怖かったよ。だからあなたの入れたお茶も飲まなかったし気をつけてたつもりだった。でもまさか正面からぶん殴ってくるとはね。1億の保険は嘘だったのか。もちろん、主婦がそんな保険に入るわけがないでしょ。一体何にそんなお金が必要だったのよ。借金、ギャンブル。俺はダメだな。何をやっても中途半端だ。愚痴はいいから早く答えなさい。女だよ。くだらない。私気づいてた。そうなのか。親や妻を犠牲にしてまで貢いでるとは思わなかったけど。金がないと会ってくれなくて。バカじゃないの。店の女じゃあるまいし。店の子なんだよ。情けない。それ騙されてるだけじゃない。違う、俺を見る目は違った。
相手は惚れさせるプロなのよ。めっちゃ美人なんだぞ。極上の女が手に入ると思ったら男は何でもするだろ。しねえよ。アホらしい。ユリナさん、こんなやつさっさと警察に突き出しましょう。そうですね。待てよ、俺が雑木林に捨てた証拠なんてないだろ。運転したのはあなたの後輩だからね。え？アリバイを作るために後輩の出張と交代してその人に全部やらせた。なんで？後輩も浮気してたんでしょ。あなたはそのことを相談されたのに逆手にとって脅しの材料に使った。卑怯すぎて吐き気がするわ。その後輩は出頭したそうよ。あんたに頼まれてビニールシートに包まれた大きな何かを捨てたって。嘘だろ。自分の過ちに気づいたのよ。俺だって。あなたはもう手遅れ。家族だろ。よく言うわ、その家族を無残に捨てようとしたくせに。ルナに危害が及ばなくてよかった。だってルナには保険かけてないから。最低。本当にこの世から消えてほしい。ユリナさん、怒るだけ体力の無駄よ。今はゆっくり休みなさい。ルナちゃんのことなら私に任せて。ありがとうございます。退院したらうちで暮らせばいいわ。お言葉に甘えてそうさせていただきます。俺はどうなるんだよ。どうぞ一生刑務所でお暮らしになってください。仮に出所してももう親でも子でもないので一切近づかないように。右に同じ。そんなこと言うなよ。早く自首しなさい。母さん、二度とその名前で呼ぶな。後日談。マサヤは傷害と遺棄で逮捕された実刑となりました。ただの色恋営業で浮気とは言えず慰謝料請求はできませんでしたが、怪我をし精神的苦痛を与えられたのでその分の1000万とルナちゃんの養育費を1000万請求され、弁護士に依頼して家や車を売却し一括で払ったようです。ルナちゃんにはパパはお星様になったよと言ったとか。ユリナさんはすっかり回復し、あんな息子を産んだ私にも未だに優しくしてくれありがたい限りです。私にできるのは二人の幸せを見守ることだけです。自分の夫の葬儀に欠席するなんてどういうつもりよ。とにかく今すぐ来なさい。お母さんですか。ご無沙汰してます。挨拶なんてしてる場合、のんびりしてないで、すぐに準備して。あの夫の葬儀って何の話ですか。俊幸が亡くなったのよ。お葬式しなきゃでしょ。夫は5年前に亡くなってますけど。何を言い出すかと思えば、俊幸は昨日まで生きてたじゃない。5年前の葬儀にはお母さんもいましたよね。大丈夫ですか。おかしいのはあんたよ。私をボケ老人扱いしやがって。俊幸が死んだのはあんたのせいだわ。本当にどうされたんですか。話が通じなくてどうしたらいいか。俊幸を返して。あんたと結婚したせいでたった35歳でこの世を去ったのよ。俊幸さんは30歳の時に交通事故で他界しました。病気じゃありませんでしたよね。さっきから何のことを言ってるの。 LINE より話した方が早いです。近々お伺いしていいですか。お母さんのことも心配ですし。今すぐ来いって言ってるの。日本語もろくに理解できないのか。落ち着いてください。ちょっとお姉さんと話してきますので少し待っててください。今地方は関係ないでしょ。一旦失礼しますね。数分後。お姉さん、ご無沙汰しております。毎年お世話ありがとうね。俊幸はもういないんだから気を使わなくていいのよ。気にしないでください。私がしたくてさせていただいてるので。ところでお母さんの件なんですが。母がどうかした。さっき LINE をもらったんですけど、俊幸さんの葬儀をするから帰ってこいってすごい剣幕で。また始まったのね。こないだ真夜中に片っ端から知り合いに電話して大変だったのよ。どういうことですか。お母さん認知症なの。え？カオさんに心配かけるから黙ってたのよ。まさか連絡するなんて。やっぱりそうだったんですね。何かおかしいと思いました。私も独身とはいえ昼間は働かなくちゃ生活できないし、
ヘルパーさんも毎日ずっといるわけじゃないし、老人ホームに入れるお金もなくて。私何も知らなくてすみません。俊幸が生きてる時は仕送りをもらってたの。そうなんですか。月3万だけどね。それでも助かってたわ。でもカホさんに内緒だったなんて知らなかった。ごめんなさい。とんでもないです。俊幸なりの考えがあってしてたことでしょうから。俊幸は保険には入ってたのよね。はい。いくら？まあそれなりに。それ少しどうにかならない？夫の保険金には手をつけないつもりなんです。どうしてよ。息子の教育資金にと思ってまして。少しくらいいいでしょ。と言いますと、いくらくらいでしょうか。5000万くらい。いや、保険金自体がそんなにないですし。もしかして、カオさんが散財しちゃって残ってないんじゃないの？とんでもないです。1円も使ってませんから。葬儀費用は？貯金を崩しました。自分の子供さえ守れれば、姑はどうなってもいいの？そんなつもりじゃ。介護がどれだけ大変か、あなたには分からないでしょ。母が苦労してましたから、分かってるつもりです。私にできることがあればお手伝いさせてください。必要なのは人間じゃなくてお金なの。わからない人ね。さっきは俊幸はいないからもう気を使うなっておっしゃってましたよね。つまらないお歳暮なんか怒らなくていいってことを遠回しに言っただけでしょ。そうですか。それに普通はこういう話になればいくらか出しましょうかってそっちから言うもんでしょ。なのにいつまで経っても切り出そうとしないし、私に言わせるなんて本当非常識な人。そんなこと言われましても、あなたの可愛い子供は私や母がいたから生まれてきたってこと忘れない方がいいわよ。はあ、母の認知症もかなり進行してきてるから孫に会いに行くとか言って何するかわからないわね。今のどういう意味ですか。あなたが助けてくれれば母を老人ホームに入れられるし、子供に危害は及ばないと思う。脅してるんですか。違うわよ。家庭の話をしただけじゃない。変なこと言わないで。おいくら必要なんですか。とりあえず100万。わかりました。ただ最初で最後にしてください。私も夫を失って一人で子供を育てていかなくちゃならないんです。わかってるわよ。お姉さんたちが大変なのも理解してるつもりですが、これ以上の援助は無理です。はいはい、どうでもいいから早く振り込んでよ。時間見つけて振り込みます。ありがとう。カホさん、ごめんなさいね。私ったらきつく当たってしまって。いえ、介護で疲れてるの許して。徘徊する母を探したり毎日ボロボロなのよ。ですよね、分かってますから。お金さえあれば少しは楽になれる。じゃあよろしくね。数日後。いい加減にしなさい。何日待ってると思ってんのよ。お電話いただいたのが金曜日でしたし、土日は銀行が閉まってまして。ネットバンキングはセキュリティが心配で使ってないんです。じゃあ早く銀行に行ってきて。今日は大事な会議があって抜けられないんですよね。母を連れて会社の近くまで来てるの。一緒に銀行に行くわよ。え？母が暴れる前に早くしなさい。ちょっと待ってください。事前に連絡欲しかったです。だから今してるじゃない。困ります。今もトイレでこっそり連絡してるのに。その時間あったら降りてこれるでしょ。もう会議が始まります。無理です。分かった。じゃあちょっと甥っ子の顔でも見てこようかしら。は？母も孫に会えたら喜ぶだろうし、ゆうとは学校ですよ。だから会いに行くのよ。やめてください。他の子や先生方の迷惑になります。嫌なこと言うのね。私たちが迷惑な存在だってこと？だからお金もなかなか払わないんだ。銀行には行く時間がなかったと説明しましたよね。言い訳は結構よ。学校に行ってきます。お姉さん、お願いします。やめてください。数時間後。あんたが警察呼んだの？千穂が逮捕されちゃった。今度はお母さんですか。教室に押しかけて孫の首根っこ掴んだだけって言ってたわ。なんでそのぐらいで捕まるのよ。息子は怖がって漏らしちゃったんですよ。もうよじ登って勝手に校内に入るなんて信じられない。地方だけよ。私はやってない。お母さんは何してるんですか。私は外で待ってた。そしたら警察が来たの。認知症のふりして警察も騙したんですか。よかったですね。は？全部嘘なんでしょ。頭がはっきりしてる時間帯もあるの。
日ごと時間ごとによって症状が違うことは知っています。でしょ、今絶好調なのよ。でも私は騙されません。何言ってんのよ、私がこんな嘘つくわけないじゃない。お宅の近所に住んでる夫の同級生の吉田君、知ってますか？もちろん、俊之とはずっと仲良くしてたから。私も家族ぐるみで付き合いがあって今でも仲良くしてるんです。へえ。認知症で徘徊してるなら多少は近所で噂になっててもおかしくないと思って聞いてみたんですが、そんな話は聞いたことないと言ってました。私が徘徊するのは夜中なの。吉田君、仕事が忙しくて帰りはよく深夜を過ぎるそうですが、見たことないって。だから何よ、たまたま会わなかっただけでしょ。症状が重い時でも LINE サクサク打ってましたよね。指が覚えてるんじゃないかしら。吉田さんの奥さんはお姉さんとお母さんが昼間に仲良く出かけていくのをよく見るそうです。それの何が悪いのよ。パチンコ屋に仲良く入っていくところも何度か見かけたとか。パチンコって認知症予防に効果的なのよ、知らないの？予防はおかしくないですか？もうなってるんですよね。言葉のあやでしょ、揚げ足取りなさんな。これ以上進行しないためにやってるの。それにお姉さんってお仕事されてるんじゃありませんでしたっけ？有給休暇中よ。有給って週に何度も取るものですか？お姉さんの話では仕事を休めないから老人ホームに入れるお金が欲しいってことでしたけど。仕事を休んでまでパチンコに付き合ってくれる母親思いの優しい娘なの。私にはそうは思えません。息子の嫁に金をたかる強欲親子ですよね。なんだって？誰も働かずにどうやって暮らしてるんですか？そりゃいろいろよ。年金だけじゃ足りませんよね。もしかして他にも悪いことしてませんか？してない。遠くまで出かけて認知症のふりしてお金貸してとか言ったことありません？え？やっぱりそういうの寸借詐欺と言って犯罪なんですよ。私は間違いなく認知症よ。もらわせればひどいしよく転ぶし。ただの加齢だと思います。お母さんたちがやってることは本当に病気で苦しんでる人を冒涜する行為です。すぐにやめてください。うるさい。この5年顔も出さず贈り物もしないくせに偉そうに言うな。私毎年お歳暮送ってますし、年に数回顔出していいかお姉さんに電話してますが、毎回忙しいと断られてます。そうなの？お歳暮はおそらく独り占めしてたんでしょうね。地方のやつめ。お母さんの好きなカニとか和牛とか送ってたんですけど。食べたかった。ただ訪問を避けたのはなぜなんでしょうか？仕事してないのがバレるからでしょ。なぜ認知症のふりなんかしたんですか？地方に言われたのよ。アホ嫁が俊之の保険金を独り占めしてるから、この方法なら半分以上分取れるって。はい。俊之は若くして亡くなったから遺産もなかったし、私と娘は何の恩恵も受けてないのよ。人が亡くなって受ける恩恵って何ですか？保険金は万が一の時に私や息子が今後の生活に困らないようにと夫がかけてくれたものです。あなたたちの遊ぶお金じゃない。大金を手にしたからって上から偉そうに。どうせブランドバッグの一つや二つ買ったんでしょ。手をつけてないと言ったはずです。嘘に決まってる。500万しかないのにバッグなんて買ったらあっという間になくなります。え？たったそれだけなの？そうですよ。俊之は何を考えてるの？そんな額じゃ学費の足しにもなりゃしないわ。これだけではありません。遺族年金もありますし、毎月15万円ほど下りる年金タイプの保険にも入ってくれてました。そちらも手をつけずに取ってあります。ああ、そういうことだったら余裕あるわよね。嘘をつくような人に渡すお金はありません。なんでよ、俊之がいないんだからあんたが親孝行しなさい。お姉さんが毎月俊之さんから仕送りをもらっていたと言ってましたが本当ですか？あんなの嘘よ。あんたから金を引き出すために適当なこと言ったんじゃないの？俊之さんの保険金から100万を渡そうと一瞬でも思った私がアホでした。本当にこんな人たちに夫が残してくれた大事なお金を渡さなくてよかった。そんなこと言わず助けて。千代が捕まったら私生きていけないわ。病気じゃないなら働いてください。私スロットしかできない。は？でも千代がいないと目押しができないの。7が揃わないのよ。そんなこと知りませんよ。ああ、どうしましょう。嫁は助けてくれないし。でもお母さんも詐欺のことが立証されれば捕まりますし、騙し取った額次第では
お金や住まいの心配はしなくてもいいかも。どうして？刑務所に入れるからです。よかったですね、老後の住まいが見つかって。この鬼嫁、好きなだけ罵ってください。子供を守るためなら鬼でも悪魔でもなりますので。こんな。では楽しい老後。待ちなさい、この強欲女。後日談。信恵はか弱い年寄りを演じて、ひどい時には人権まで遠征し、お金を騙し取っていたそうです。その総額200万。詐欺罪としては刑務所に入るほどじゃなかったようですが、前科持ちとなってしまいました。千穂の方は学校に侵入した際に大暴れして、先生や児童に怪我をさせていたようです。息子は無事でしたが、被害に遭われたお子さんには申し訳ないことをしました。千穂の判決は懲役3年。この間信恵は一人で生きていかなくてはなりません。そして私の心配していたことが起きてしまいました。パチンコに行かなくなった信恵は本当に認知症を発症、今は特養ホームに入居しています。もし辛いことも覚えていられないのだとしたら、信恵にとってはその方が幸せなのかもしれませんね。私は今後も息子を守って生きていきます。くっさ、何この匂い、鼻につくわ。気分転換しようと思ったのに台無しじゃない。あずささん、どうしたんですか？あんたの車の匂いだよ。そばに来ただけで鼻に入り込んできた。何なのこれ。グレープフルーツの香りですけど、車の外まで香ってました？今日芳香剤新しくしてからかしら。あー、だからか。それで強烈なんだ。私大嫌いなんだよね、酸っぱくて渋い匂い。あずささん、自分に意見する人とか指摘する人が嫌いなんですね。グレープフルーツの嫌いな部分はどんな人が苦手かを表しているんですよ。人の深層心理勝手に見てんじゃないわよ。ほんとムカつく女。あんたのせいでイライラが止まらないから、リフレッシュするのに車借りるよ。え、匂いイラつくのに私の車借りるって意味不明ですけど。すみませんが、明日家族でネズミランドに行くのでお貸しできないんですよ。ご自分の車でお願いします。うちの車さ、リコール出てディーラーにあるんだよ。しかもいっぱいだとか言って台車も借りれなかったんだ。それは大変ですね。でも今回はちょっと無理です。ボスママの私に逆らうわけ？あんたに否定する権利ないから。あ、でも気分がっつり変えるのに今からオバキューハイランド行くことに決定したの。電車だと3時間半もかかるけど、車なら2時間ちょいで楽だからさ。気持ちはわかりますけど、無理なので申し訳ないですって言われると思ったからもう借りちゃったよ。ごめんね、ごめんね。え？もう山梨着いちゃったんだよ。でも車の鍵、スペアも合わせて全部ありますけど。信じられないんだったら駐車場行って確認してくれば。うわー、車がない。鍵持ってないのにどうやってエンジンかけたんですか？そんなの簡単だよ。今日うちでママ友会した時、財布探してたじゃん。そうですね。そん時にテーブルの上に車の鍵も出してたから、私のと交換しただけ。私らさ、車の車種も年式も一緒だから鍵も同じなんだよね。うちらのマンションの駐車場離れた場所にあるから、すぐには気づかないかもと思ってたけど、まだだったとは。笑っちゃうよ。脳神経やばいかもよ。シナプス崩壊。笑い事じゃないですよ。すぐに戻ってきてください。無理無理、もうホテルにチェックインしちゃった。明日朝一で大好きな絶叫マシン思いっきり楽しむんだから、絶対に LINE してこないでよ。もし邪魔したらおでこ腫れ上がるほどデコピンするからね。車ないと本気で困るんです。明日結婚記念日なので、夫へのプレゼント忘れないように車に乗せてあるんですよ。それにそれ、あー、これね、すっごい素敵なスーツだよね。え？うちの旦那も体型ほぼ同じだからぴったり。うー、似合うわ。開けちゃったんですか？ダメですよ、それうちの夫のです。そうなんだ。でももう来ちゃったし、うちの旦那の方が似合うからもらっとくね。あんたのヤギ顔亭主じゃスーツが不憫すぎ。そうだ、紙で作ってあげたら喜ぶかもよ。あー、でも紙だと食べちゃうか。人の夫ディスるのやめてください。サプライズの予定だったのに。あー、それでド派手なリボンまでついてたんだ。あんたラッピングもダッサいね。笑い事じゃありません、あまりに非常識ですよ。何よ、私が悪いって言いたいの？鍵すり替わってんのに気がつかないあんたの方が悪いでしょ。
そんな言い方されるとすっげー傷つくんだけど。あー、嫌な思いさせられて私がかわいそう。あずささんが傷つく意味がわかりません。悲しいのは私です。家族で予定していたネズミランドにも行けなくなってしまうし、新調したスーツは取られちゃったし。取っただって？人を泥棒扱いしてんじゃないよ。やってることは泥棒と同じです。車の鍵すり替えて勝手に乗り回した挙句に夫のプレゼントにまで手をつけましたよね。こんなヘボスーツ帰ったら返してやるよ。それでいいでしょ。一度袖を通したスーツを夫にプレゼントするのは悲しすぎます。だったらこれもらっとくね。もう着ないならいいよね。やったー、得しちゃったよ。なんて節操のない人なの。あんたさ、私と同じ35なのになんでそんなに年寄りくせえの。それなのにさ、なんでいつも敬語使うかね。あえて距離置いてんの。接客業してるから敬語マストなのでつい使っちゃうだけです。はいはい、そうですか。どうでもいいわそんな情報。この地域では私が言ったことが全て、つまりボスママの私が決めたことは絶対なの。オッケー。言ってることめちゃくちゃですよ。いちいち突っかかってくんなっつーの。あんた新車もうすぐ届くんだよね。これ売っちゃうんでしょ。そうですが。3年で1万キロってどんだけ乗ってないのよ。最後に思いっきり走らせてやってんだよ。感謝しな。ただのへりくつですね。どっちみちもう戻れないから。あ、夕飯来た。ご飯冷めちゃうから LINE 終わりにするよ。ただで車借りれたし、なんてラッキーなんだろ。ただより高いものはありませんから気をつけてくださいね。ふん、偉そうに。ああ、せっかくの楽しい旅行にケチついちゃったよ。もういいかな、マジで迷惑なんだけど。出かけるの一日遅らせるので、明日には必ず戻ってきてくださいね。はいはい。約束しましたからね。明日、待ってます。うるさい、何度も LINE してくんな。やっと返事してくれた。LINE にも書いたんですけど、心配なことがあって。何？昨日車のリコールでディーラーに出してるって言ってましたよね。ああ、そうだよ。どこのリコールなんですか？私の車も車種と年式が一緒だし、購入した時期もほとんど同じなので心配になってディーラーに電話したんですけど、休みでわからなかったんです。あー、どこだったかな。確かエアーなんとかって言ってたかな。エアバッグ。ごめん思い出せないや。でもさ、うちの車1台だけって言ってたから心配ないよ。リコールですよ。1台だけってことはありえないです。へえ、そうなんだ。でも未来さんのとこはお知らせとかは来てないんでしょ。はい、来てません。だったら心配ないな。それよりさ、山梨は最高だよ。空気が違う。絶叫マシンも最高だった。特にアトラクションの高飛車がえげつないほどやばくて凄まじいんだよ。あずささんみたいな絶叫マシンですね。は？今日何時くらいに戻りますか？もう一泊することにした。明日帰るわ。昨日約束しましたよね。お願いですから今日戻ってきてください。家族みんな明日のネズミランド楽しみにしてるのでお願いします。ケチケチしてないで、レンタカーでも借りりゃいいじゃん。あずささんがそうすればよかったじゃないですか。やだよ、金かかるじゃん。あんたの車タダだから借りたんだもん。それよりさ、今ワイナリーで試飲したんだけど、やっぱ山梨のワインはうまいわ。いくらでも入る。え、ワイン飲んだんですか？この後運転しないでくださいね。一杯だけしか飲んでないから大丈夫。私の肝臓ってヨーロッパ人並みに強いから、アルコールすぐ吐けちゃうんだ。一杯だけ？さっきいくらでも入るって言ってましたよね。お酒で判断能力が鈍るんですよ。何かあったら大変です。1時間休んだから大丈夫だよ。じゃあ運転するから LINE してこないでよ。あずささん、絶対ダメです。返事してください。あずささん、返事しなくていいので旦那さんに運転代わってもらってください。うっさい女だね。運転しようがしまいが私の勝手だよ。あんたが帰ってこいって言うから今から出ることにした。ちょっと待ってください、まだお酒残ってますよね。旦那さんに運転代わってもらわなかったんですか？私がレンタカー借りますので飲酒運転は絶対にしないでください。なんだよそれ。でもやっぱ今日帰る。旦那から連絡入ったし。一緒じゃなかったんですか？あー、うん、友達と二人。旦那は昨日から出張行ってて、寂しいから友達と旅行してたの。あ、まずい。どうしました？検問してるんだよ、やばい。
まさか運転してるんですか？あれほど言ったのに。痛い。うわ、ボンネットまくり上がってる。ボンネット？検問避けようとして脇道入ったらパトカー止まってて、パトカーの後ろに思いっきりぶつけちゃったよ。しかも警察乗ってるし、あんたの車のボンネットがぐにゃぐにゃになった。勘弁してくださいよ。やばい、警察降りてきちゃった。どうしよう。だから言ったじゃないですか。やばいよ、足首がプラプラになってるんだよ。ぶつかる寸前にブレーキを思いっきり踏んだら、足首の後ろがバンって音がして、すっごい激痛。痛い。あっちゃ、アキレス腱切っちゃったかもですね。マジか、いろいろありすぎて冷や汗出てきた。やばい、痛すぎて気失いそう。飲酒運転してる時点で免停かも。しかもパトカーにぶつけた時点で公務執行妨害罪で現行犯逮捕だと思いますよ。逮捕？やばい、どうしようどうしよう。あれ、ドア変形して開かない。レスキュー隊呼ぶのに電話してるよ。危ないのでエンジン止めた方がいいですよ。お友達大丈夫ですか？彼氏はシートベルトしてたから大丈夫。彼氏？もしかして浮気旅行だったんですか？ああそうだよ、悪い。それよりさ、怪我してる私を心配しなさいよ。なんて人なの。もう許せません。車の盗難届出します。もっと罪重くなりますし、刑期も長くなりますよ。それは困るよ。謝るから許して。刑務所暮らしなんて耐えられないよ。檻の中はあずささんに意見する人や指摘する人ばかりですから、想像以上に辛い日々になりますね。私の車修理しても下取り価格が下がるので、見積もり金額そのまま払っていただきます。もちろん夫のスーツ代も請求しますから。それ全部でいくら？350万円です。そんなに払えないよ。お願いだからそれは勘弁して。頼みます。他に支払わなきゃいけない金いっぱいあるんだよ。何かで借金でも作ったんですか？借金というか、半月前に人身事故を起こして大変なんだよ。リコールじゃなかったんですか？あれ、普通自動車保険で賄えますよね。保険ちょうど切れてたんだよ。くわ、痛い、涙出てきた。相手の車も自分の車も修理しないといけないし、慰謝料も払わなきゃいけないの。それなのにうちの車勝手に運転して最低ですね。本気で申し訳ないと思ってる。本当だよ、信じて。信用できません。まさしくただより高いものはなかったですね。お願いだから勘弁して。あんたの保険で直してくれない？ミクさん、いえミク様、お願いします。ふざけないでください。せめて盗難届出さないでください。お金も負けてください、お願いします。浮気のことも口が裂けても旦那には絶対言わないで。警察から連絡行った時点で浮気バレると思いますよ。罪もしっかり償ってお金もきっちり払ってもらいます。あと交通事故って健康保険効かないので、アキレス腱切れてたら手術代と治療費実費ですね。150万円軽く超えそう。そんなにかかるの？もう絶望的。助けてくれたら何でも言うこと聞くから、車代だけでも負けてください。お願いします。負けませんよ。そう言わずに哀れな私に手を差し伸べてください。絶対に嫌です。迷惑なのでもういいですか？待って、お願いだから待ってよ。助けてください。すごく反省してます。この通りだから一度だけ私を救ってください。待たぬ、助けぬ、救わぬ。ごめんなさい、許してください。心底反省してます。ミクさん、本当に本当にすみませんでした。その後、あずささんは飲酒運転および窃盗罪、公務執行妨害で現行犯逮捕となりました。案の定両方のアキレス腱がパッキリ切れて全治6週間。悪いことばっかりしたから自分に戻ってくるんですよね。私の車と夫のスーツ代に加え、車3台分の修理代、人身事故の慰謝料は出所した後に働いて返すことになりました。案の定浮気がバレて、旦那さんからは離婚を言い渡されてしまったそうです。私の方は夫に新しいスーツを買い、数日遅れて結婚記念日をしました。夫の嬉しそうな顔を見て幸せだなと日々感じて過ごしています。よっ、底辺収入旦那、駅前のバーで飲んでるから5分で迎えに来い。また飲んでるのか。医者はね、ストレスが溜まるの。
あんたみたいな平凡なリーマンとはわけが違うの。そりゃ立派な仕事だけどさ、毎晩飲んでて務まるのかよ。あんたに心配されることなんかないの。いいから早く車で迎えに来い。今日は迎えに行けないよ、もうビールを飲んだんだ。はあ？月給60万のくせしてビール？生意気すぎる。運転手の仕事放棄するんじゃないわよ。俺はいつから運転手に。私はあんたの2倍稼いでるの。ふざけた真似しないで。私が寝た後に発泡酒なら飲んでいいって言ってあるでしょ。俺だって仕事で疲れてるんだよ。その上ご飯も作って洗濯もしなきゃならないんだ。帰ってきたらビールくらい開けたくなるよ。ダメよ、自分の立場をもう一度考えてよ。あなたは誰でもなれるサラリーマンという最底辺の仕事してるのよ。私はごく一部の選ばれた人間しかなれない医者なの。この差がわかる？そりゃ医者になるだけの努力は認めるよ。ただ年収が高ければ偉いっていうのか。そういうこと。世の中は全て金なの。悔しかったら私の倍稼いでみなさいよ。今の仕事じゃいくら頑張っても無理だな。だったらおとなしく言うこと聞いてなさい。ったく、あんたのせいでタクシー乗る羽目になるじゃない。道の説明するのめんどくさいのよ。知らないよ、自分で帰ってきてくれよ。イライラしたからもう一軒寄って帰るわ。明日6時半に起こして、朝ごはんは鮭にしてよ。自分でやってくれ。あ、そうだ、週末は福岡で学会があるの。3泊くらい家を空けるから。分かったよ。キャリーケース出して着替え詰めといて。そんくらい自分でやってくれよ。黙れ低収入。俺の年齢じゃまあまあもらってる方だと思うんだけどな。私に口答えするときは倍稼いでから言うこと。分かったわね。はいはい。はいは1回。私はこの家では女王なの。ちゃんと敬いなさい。俺は高博、39歳のサラリーマンです。3年前に合コンで知り合った3つ年下の女優のアンナと結婚。最初は仲良くやっていて、年収の件も2人で働けば余裕だねなんて言ってくれていたのですが、ここ1年くらいで突然俺をディスり出し低収入扱いするように。俺は浮気を疑いましたが、なかなか尻尾を出しません。探偵なんかに依頼してもし違ったら何を言われるかと思い動けずにいました。なんだかんだ言ってまだアンナのことを思っている自分がいます。彼女の機嫌を損ねないようにしたい、そう思って生活している部分もあるのです。学会の夜、アンナから一本の着信がありました。それはもう何もかもがどうでもよくなるような衝撃的な内容のものだったのです。学会終わったか？学会は昨日よ。いちいち終わったかどうかあんたに報告する義務あんの？昨日の夜は随分楽しそうだったな。はあ？どういう意味よ。間違って発信ボタンを押してたぞ。会話が全部丸聞こえだった。嘘。同僚の医者か？声は随分若かったな。やっぱり浮気してたんだな。切らずに聞いてたの？最低、趣味悪い、気持ち悪い。大好き大好きって甘えてたな。はっきり聞こえたよ。あっそう、聞こえてたんなら仕方ないわね。二人で俺の練習を笑ってたな。浮気相手にまで言うことないだろ。低収入は事実でしょ。俺とは離婚するんだな。しないわよ。は？あんたみたいな優秀な家政婦手放すわけないでしょ。なんて言い草だよ。それだけじゃないわ、運転手でもある。ふざけるな。掃除婦でもいいわよ、好きに名乗りなさい。バカにするな。離婚しようなんて考えないことよ。知ってしまった以上一緒にはいられないだろ。あなた今離婚しても一文なしよ。は？あなたの安い安い給料でちまちま貯めた貯金だけど、これ今全部私の海外の口座に送金したわ。どうやってやったんだ？ネットバンクよ。書斎の引き出しに ID とパスあるの知ってるんだから、すべて控えておいたわ。嘘だろ、あの口座には500万は入ってたんだぞ。ビビたる金額ね。私の口座には5000万入ってるわ。あなたはどう背伸びしても私には勝てないの。だから逆らわないで。もういい、別れよう。金なんてどうにでもなる。私妊娠してるの。は？妊娠って、俺とお前はもう1年も何もない。ま、そういうことね。最低だな、離婚は避けられないぞ。妊婦の私を置いて家を出た最低な夫っていうレッテルをそんなに貼られたいの？
なんだよそれ。私はあなたのご実家や会社にそう泣きながら訴えるわ。浮気して外で子供作ったのお前の方だろ。なんで俺が悪いことになるんだよ。じゃあ私が浮気したという証拠でもある？それはどうやって離婚するの？このラインが証拠だ。甘いわね。そんなの想定済みよ。どういう意味だよ。遠隔でその端末を初期化できるの知らなかった？初期化？一緒に携帯を契約した時に申し込んでおいたのよ。スマホなくした時なんかに悪用されないようにデータを消せるサービスなの。俺の携帯だぞ。なんでお前にそんなことができるんだ。私たち一応夫婦なのよ。あなたの暗証番号やパスワード全部知ってるの。今から携帯電話会社のある番号に電話をかけて暗証番号4桁を入れると全部消えるわ。やめてくれ。連絡先はクラウドに保存してあるでしょ。でも LINE の履歴はバックアップ取らないと保存されないわよ。実は別のスマホで電話かけてるの。あとは4つの数字を押すだけ。ワクワクするわね。勝手なことしないでくれよ。頼む、大事なデータもあるんだ。さ、消えたかな。おーい、高弘、あれ、初期化されちゃったみたいね。おい、もう LINE インストールしたの？履歴消えてる？消えてるよ。おめでとう、目標達成だな。よかった。こっからはボロ出ないようにしなきゃ。お前が大量に出したボロは俺が今必死で拾い集めてるところだ。あなたったら何言ってるのよ。しらじらしい。二度と履歴に残さないよう躍起だな。何を言ってるのよ。あなたの子がお腹にいるのよ。仲良くしましょう。ふざけるな。あなた明日産婦人科なの。一緒に検診に来てくれるわよね。行くわけない、俺の子じゃない。何を言ってるのよ。私たち夫婦の子よ。その猿芝居いつまで続けられるか楽しみだな。もうやだわ。今夜はカレー作るから材料買って帰るわね。飯なんかここ1年作ったことないくせに。さっきからおかしなことばかり言うのね。お仕事で疲れてるのよ。立派なお仕事だからストレス溜まってるの。ゆっくり休んで。したたかな女だ。俺は今パソコンから LINE してる。え？俺は仕事上パソコンでも LINE を使うんだよ。 LINE の履歴ってスマホ顔が消えてもパソコンにはしっかり残ってるんだよ。お前が浮気を認めた文面もな。嘘でしょ。爪が甘いんだよ。ジョイさんってその程度の頭なんですか。くそ。この1年間お前に低収入とバカにされ続けてきて、俺は悔しさのあまりどうにか副収入を得る方法はないか考えた。あんたなんかに何ができるっていうのよ。お前には教えないよ。私100万もらってるのよ。あなたに超えられるわけがないでしょ。ありがたいことに今月は180万になりそうだ。君の月収は超えたかな。な、嘘に決まってる。お金手にしてみたけど俺はお前みたいな気持ちにはなれないな。嘘つき、あんたなんかに稼げるわけがない。嘘じゃないよ。真面目にコツコツサラリーマンやってたら同業他社からスカウトされて収入は3倍になった。明細ならいつでも見せるぞ。金稼いだからって何よ。結局サラリーマンってことは変わりないじゃない。社会的地位は私の方が上よ。金がダメなら今度は地位か。そうやって少しでも上に立てると気分がいいのか。それで満足か。満足よ。あんたより上にいるってだけで。俺はお前が大変な仕事をしていると思って我慢してきた。いつか元のあんなに戻るんじゃないかって思っていた。なのにお前は平気で俺を裏切って浮気した。私だってなんでこんな男で妥協したのかって後悔してたのよ。周りはセレブと結婚して私よりももっといい生活してんの。愛情なんかで結婚すべきじゃなかった。あんたなんかこっちから捨ててやるわ。そうか。じゃあ今君がいる高いところから落下する様を見物させてもらうよ。どういう意味よ。君の唯一のステータスである医師免許を剥奪させるってことだよ。あんたもしかして。俺に掃除させる割には爪が甘いな。君は掃除で爪が甘すぎる。見たの？底辺サラリーマンの俺でもあれが何かはすぐわかるよ。医療品の横流しはさすがにアウトだろ。お願い黙ってて。お金なら返すし私の貯金も全部あげる。返すのは当然。君のお金はいらない。だって犯罪で得た汚れた金だから。そんなのバレたら私本当に医者じゃいられなくなる。おお、これが頂点から人が転げ落ちる様か。なるほどな。
見事に真っ逆さまだな。あなたよく考えて、子供がいるの。俺の子じゃない。あなたの子よ。あなたが酔った日にできた子。俺はビール1本しか許可されてないんだぞ。覚えてないほど酔うわけないだろ。それは無様だな。溺れまいと手足をバタつかせてるみたいだ。私医者は辞めたくないし、あなたとも離婚したくないの。愛してるのよ。嘘つけよ。愛してる旦那がいるのに若い医師と浮気するのか。もう何を並べ立てても信じられないからやめておけ。どうしよう、全部終わる。私の人生が。人を散々底辺扱いしてさぞ気分が良かっただろう。でも今底辺にいるのはお前だ。警察なんて行きたくないの。もう何年もやってて額もえげつないの。私これから何でもする。だから最後だと思って助けてくれないかな。無理だな。ちなみに学会も嘘らしいな。病院に聞いたらそんな予定は入ってないそうだ。そんなお前を信じろって。笑わせるんじゃないよ。もうやだ、なんでこうなっちゃったのよ。この証拠を持って警察に行くよ。しっかり償うんだな。この私が捕まるなんて。逃亡はするなよ、罪が重くなる。高雪、お願いよ、私を助けて。すまん、あの通話を聞いてから今まで残ってた一本の糸がついに切れた。もう1ミリも愛してないんだ。そんな。じゃあな。いやよ、どうにかして。私は女医よ、こんな風に転落しちゃいけないの。自分の出荷に成功したみたいだな。おめでとう。アンナは医薬品を横流しをしていたとしてすぐに逮捕されました。俺は弁護士を通して拘置所にいるアンナと離婚。もちろん浮気相手の若い医師にも慰謝料請求をしました。長年にわたり数億円を稼いでいたらしく、懲役は免れないでしょう。妊娠しているアンナが子供をどうしたのか俺には分かりません。子供に罪はないだけに、この選択が間違っていなかったのかとたまに自問することはありますが、俺は相変わらず真面目にサラリーマンとして忙しい日々を送っています。新しい職場、頑張ったらその分しっかりと評価してくれるので非常にやりがいがあります。職場の雰囲気もよく、俺には合っているようです。実際収入は増えましたが、これで誰かを見下そうとは思えません。お金の価値観が合うというのは非常に重要なことなんだと実感しました。次こそはそういう人に出会えたらと願ってやみませんが、しばらくはいいかな。カズヤと別れて、あんたみたいなしわくちゃお化けとは一緒にいたくないってさ。どなたですか？家政婦だったまゆみだよ。まゆみ？もしかして最近辞めた家政婦さん？へえ、わかんなかったんだ。家政婦だったまゆみです。もうボケちゃってんじゃん。つい最近のことでも忘れちゃうとか、脳みそも老化してるんだね。どうして私の LINE の ID を知ってるの？簡単、カズヤに教えてもらったんだよ。カズヤ？カズヤというのは私の夫のことですか？そうだよ、他にいないでしょ。あんたの旦那のことだよ。だから別れて。どういう意味ですか？なんだ、奥さんっておつむの回転悪いの？どうかしら。私とカズヤは付き合ってるんです。付き合ってる？そしてこの度結婚することになっちゃいました。なっちゃいましたって、自分が非常識なことを言っているという自覚あります？失礼だな、あんたの方がおかしいんじゃん。カズヤはあんたと離婚するって言ってんのにさ。え？離婚？そうだよ。とてもおめでたい発想で何よりなんですが、いつからお付き合いしてたの？1年前くらいになるかな。うちで働き出してすぐってこと？そうだよ。カズヤ超かわいそうで、ユキコは仕事ばかりで俺の面倒を全く見ないって。そんなこと言ってるの？体が悪いからあと何年一緒にいられるかわからないって。かわいそう。奥さんって全くカズヤに興味がないんだね。どこが悪いの？妻なのに知らないの？めっちゃひどくない？教えてもらっていい？教えてあげない。妻のくせに私に聞くとかありえないんだけど。私だったら絶対カズヤを一人になんてしないし、ずーっとカズヤのそばにいてあげるんだから。いっつも辛い悲しいって。カズヤかわいそう。そう。それと子供ができないから後継ぎがいないって心配してるし。確かにそうね。でも私なら奥さんよりうーんと若いからすぐ埋めちゃうよ。そうね、年齢的にはね。
あとね、奥さんは旅行に連れて行ってもらってないでしょ。そうね、忙しいし。私なんて何度も一緒に旅行行ってるんだから。だからお休みが多かったのね。私が行きたいとこならどこにだって連れてってくれるんだから。海外だって連れてってくれたし。もしかして一週間休んだ時ですか。そうだよ。そんなことしてくれるのは愛してる証拠だよね。昨日だって私のアパートでずーっとイチャイチャしてたんだから。私たちは愛し合ってるの。知らなかった。ちょっと衝撃強かった。悔しくておかしくなりそうでしょ。お願い、もうやめて。家政婦してた時も毎日ラブラブだったんだけど、奥さんかわいそうだから内緒にしてあげたんだから。まさかあなたに夫を取られるなんて思ってもみなかったわ。ふっふん、考えが甘かったね。そうね。それにもう仕事辞めたし、あんたに遠慮することないじゃん。そういうことなのね。そう、これで分かったでしょ。さっさと離婚して。そんな簡単なことでもないのよ。簡単だよ、離婚届に判を押せばいいだけじゃん。まず夫に確認させて。いいけど、でも待ってるのうざいから早くしてよね。離婚してくれてありがとう。どういたしまして。昨日入籍したんだ。これで私はあんたと入れ替わったんだから。そうですか。すぐにでも子供を作って幸せになるんだ。できたらいいですね。夫には種がありませんけど。え？夫は若い頃に高熱を出して子供ができなくなったそうですよ。聞いてないんだけど。私ではなく夫に問題があったの。あなたと再婚したからといって子供は望めないんです。そうなんだ。でも和也は43歳だから親になれなくてもいいかも。あら、さっきと言ってることが違いますね。いいよ、いい。どうしても欲しいなら方法はいくらでもあるんだから。そうですか。あ、じゃあどっかからもらってくるからいいよ。でもいらないかもしれないし、私さえいればいいんだよきっと。あなたさえいればいいとなると後継ぎがいらないことになっちゃいますね。ああ、後継ぎは欲しいけど、できないならしょうがないってことだよ。そう、できるといいですね。本当は羨ましいんでしょ。羨ましいから意味深なこと言ってんでしょ。お金さえあれば何だってできるんだから。そうですか。私は和也と結婚してセレブの仲間入り。あんたなんてもう誰も相手にしてくれないし、邪魔見ろだ。夫から何も聞いてないんですね。全部聞いてるわよ。そうですか。じゃあ心配はないですね。もうなんか余裕かましてるけど、さっさと出てってよ。出ていく？そうだよ、その家から出ていけ。この家は私のものですが。何言ってんのよ。あんたこそおつめおかしいじゃん。はい？その家は和也の家なんだから、わけわかんないこと言ってんじゃないわよ。出ていかないなら警察呼ぶからね。警察ですか？そうだよ。セレブだったあんたが警察に捕まりたくなかったらさっさと出てけばいいんだよ。本気で言ってるんですか？当たり前じゃん。私たちの新婚生活を邪魔するなっつーの。そんなつもりは。あんたなんかいらないんだよ。地獄に落ちればいい。ひどい。もう土下座しても雇ってくださいって言っても絶対に助けてなんかやらないんだからね。悔しい。もっと悔しがればいい。もうやめて。ちょっとユキコ！名前を呼び捨てですか？あんたより私の方が偉いんだから当たり前じゃん。そんなことよりなんでまだ出てってないんだよ。早く家から出てけ。とは言われても。つべこべ言ってんじゃないよ。一ヶ月前に教えた通り、この家は私の家ですよ。覚えてないのですか？やっぱりおつむが空っぽなんですね。覚えてるよ。でもカズヤに聞いたら自分のものだって言ってたんだ。夫も理解していなかったのかしら。はぁ？そんなわけないじゃん。何適当なこと言ってんのよ。だいたい離婚したんだから財産分与するじゃん。だからその家は半分に分けるんだよ。結婚のお祝いとして私の両親からプレゼントされたので分ける必要はないんです。え？じゃあ高級車とか高級家具とか高級そうな調度品とかは？それらは全部私の両親のものです。だから出ていくのは夫の方なんです。え？ところで夫の状態を聞きました？え、教えてくれないけど。知ってるの？教えてよ。やっぱりもうすぐなんでしょ？え？そうじゃなかったらなんでおじさんとなんか結婚するのよ。そこは知りませんけど。
長生きはできないでしょ。まあ治らないという点ではそうでしょうか。何なの教えて。妄想癖と虚言癖です。妄想癖と恐怖草原癖？何よそれ。まあ平たく言えば嘘つき。自分の都合のいいように嘘をつくんです。何よそれ、最低じゃん。体が悪いというのも嘘で、まだ何十年も生きるでしょうね。ものすごく悪いからもう残された時間なんてわずかだって言ってたのに。そしたら全部お金は私にくれるって言ってたのに。そう、残念ですね。だけど愛し合っている二人が一緒にいられるのだからよかったじゃないですか。そうだ、長生きするならずっと働いてくれるから、そしたら私は好きなようにお金を使ってセレブ生活なんだ。どうかしら、楽していきたい人だから。え、だって毎日スーツ着て出てたじゃない。何をしてたんでしょうね。何って、仕事してたんでしょ。旅行に連れて行ってもらっていたようですけど、あれも全て私のお金なんですよ。え、そんな。一時は会社を手伝わせようとも思いましたが、全く仕事をしないし、やりたい放題。心底楽していきたいみたい。まゆみさんと同じね。似たもの夫婦で仲良くやれそうね。何よそれ。働いてくれなくてもお金には困らないから放置してたんです。放置とかってありえない。結婚したことを後悔してたんですけどね、ちょうどあなたとの浮気の話が浮上してラッキーって。そんな、私はラッキーなんかじゃないよ。まあとにかく今後は弁護士さんとお話ししてほしいのですけど。弁護士さんとはもうお会いしましたか。あ、話したけど意味不明な呪文を並べてたわよ。あらあら、大変ですね。そうですね、まゆみさんにもわかるように説明するのはとても難しいのですけど。いいよ、説明なんていらない。だいたいなんで弁護士が必要なのよ。え、慰謝料請求です。慰謝料？何それ。え、浮気して夫を取ったのですから慰謝料払うのは当たり前のことですが。もしかして知りませんでした？知らないよ。うちで働いてた時から無知と思ってましたが、そこまでだったんですね。何よそれ。妻子ある人との浮気は慰謝料請求されるんですよ。でも和也が払ってくれるから大丈夫だもん。そうですか、払ってもらえるといいですね。和也はお金持ちで私はセレブなんだから、慰謝料くらいどうってことないんだからね。そうですか。夫が働かなくてもお金があったのは私が会社を経営しているからで、私と離婚した今、彼は無一文の貧乏な男というだけですよ。え、そんな。そんなんだったら慰謝料なんて払えないよ。そうは言われても。え、どうかしました？弁護士が置いていった封筒、これって慰謝料の請求書じゃん。ああ、まだ見てなかったんですね。200万、なんでこんなに高いのよ。だいたい慰謝料なんて1万とか2万とかじゃないの。ああ、それは慰謝料というよりは慰謝代かな。それと夫と真由美さん2人分なので。なんで2人に請求するのよ。1人でいいじゃない。こういうのは浮気をした夫と相手の女性に請求するものなんです。そんな。ご愁傷様。玉の腰に乗りたかったようだけど失敗しちゃいましたね。大変な借金になりそう。だったら返す、返品する。クーリングオフは適用外。だったら、だったらゆきこさんと結婚する。その趣味はないのでお断りしますね。じゃあ私はどうしたらいいのよ。嘘つきで働かないおっさんなんていらない。愛してるんでしょ。嘘よ、返す、絶対にいらない。ああ、慰謝料はまとめて早急に払ってくださいね。え、分割で。分割だとゆきこさんおばあさんになって干からびても払い続けることになるので。どうやって、無理じゃん。我が社の部門に金融貸付部門があるので、そちらをご紹介しましょうか。いらないよ。あら、そうですか、残念。それより助けてよ。ちょっと無理。なんでよ、なんとかして。自己責任ですから。そんな冷たいこと言わないでよ、謝るから、ねえ。謝るのが遅すぎましたね。返すから。いりません。許してください、二度としません、本気で反省しますから。どうぞ救ってください、お願いします。まゆみは慰謝料をかなり危ないところから借りたようですが、全額きっちりともらいました。セレブを夢見ていたまゆみは借金を返すためにいくつもの仕事を掛け持ちしてボロボロ状態。
事故物件のアパートで毎日恐怖と戦いながら暮らしているようです。和也さんは新婚早々事故に遭い、自由の利かない状態になりました。誰にも面倒を見てもらえず、一人寂しく過ごしているとか。嘘が本当になってしまったようです。天罰かもしれませんね。そして私は最低な夫と別れることができ、毎日穏やかに過ごすことができています。仕事も順調の上に、信頼できる男性とも巡り合え、新たな恋に夢のような時間を過ごしています。貧乏嫁のせいでこんな場所に連れてこられて最悪だ。新婚旅行先をロンドンにしてすみません。お母様、海外旅行って言えばハワイでしょ。ハワイ。確かにおっしゃる通りです。中卒のクソ嫁が考えることは常軌を逸してるのよね。申し訳ありません。寒くてホテルから出れないじゃない。あの、私でよければ洋服を部屋まで持って行きますが。オシャンティーな私があんたの服なんて着れるわけないでしょ。でも寒いよりはよろしいかと。貧乏と低学歴が映るからいらない。さようですか。今からショップに行って最高級のコートとカシミヤのセーター買ってきなさい。それはちょっと。お金持ってないのか。はい。本当に使えない女ね。ごもっともです。寒い国なんているだけ無駄だわ。お母様だけハワイに行きますか。一人でハワイに行っても意味ないでしょ。仕方ないから耐えてあげる。でも痩せ不満は良くないです。だったら年のりに買い物に付き合えって言ってちょうだい。夫は時差ボケしたらしくて寝てるんです。いいから叩き起こしなさい。母親の一大事なのよ。かわいそうで起こせません。何一つ満足にできないクソ嫁ね。日本に帰ったら家から追い出してやるわ。そんなこと言わないでください。ロンドンにいる間にあんたをどうやっていびり倒すか考えておくわ。覚悟しなさい。ああ本当にしんどいと心の声を押し込めて、従順な嫁を演じている私は7子28歳です。4つ年下の夫と1年前に結婚しました。 LINE の相手義母は52歳で、自己中を絵に描いたような人。やっと2人で休暇を取ることができたので、念願の新婚旅行を楽しむはずが、どうしても義母は一緒に行くと言い張り、無理やり便乗してきたのです。ホテルの部屋は別なのがせめてもの救い。それでなきゃ本音がポロリと漏れちゃいます。義母は若い時に離婚したため、女手一つで子育てをしてきました。だからこそ強い女性になったのかもしれませんと思うしかない私です。日本に戻れば暮らす場所も別なので、旅行中だけの我慢です。旅行中も財布を忘れたと言って一切お金を払わない義母に頭を抱えながらも優しく接していました。それなのにこの義母は私の気持ちをやすやすと踏みにじったのです。1週間後。ざまあカンカンカッパのへ。何ですかお母さん。ロンドンに置き去りにされた気分はどうかしら。はい。低学歴貧乏嫁じゃ一人じゃ帰れないわね。どういう意味ですか。私は今トシノリと一緒にロンドンの空港にいるのよ。旅行は明日までですけど。帰国を一日早めたわ。夫からそんな話は聞いてません。あんたには秘密にしてたの。二人で私を騙したんですか。まんまと引っかかりやがって。笑えるわ。こんな仕打ちするなんてひどいです。トシノリはね、中卒で貧乏なあんたと結婚したことを後悔してるそうよ。そんな風に思われてるなんて気づきませんでした。脳みそ足りないって不憫よね。究極のアホ。私も今から空港に行きます。今日の便はいっぱいだそうよ。だから空港に来ても飲み飛行機には乗れないわ。一人でロンドンにいるなんて無理です。低学歴じゃ自分で帰れないわよね。帰れません。そうそう、あなたのチケットはトシノリがキャンセルしておいたから。え、そこまでします。二度と日本に戻ってこないでちょうだい。進行の行中にロンドンに置き去りにするなんて。それだけじゃないわよ。ホテルも今日でチェックアウトするようにしといた。はい。全部トシノリがやってくれたのよ。私はどこに泊まればいいんですか。知らない。あら、もうすぐチェックアウトの時間じゃない。早くしないとホテルから追い出されちゃうわね。どうしよう。これで年のりの金を吸い取る空腹のヒルみたいなあんたと離れられるわ。そんな。さてと、お土産買わなきゃ。それじゃあね、グッバイ。1時間後。今すぐ年のりに連絡取って。どうしたんですか。お土産選んでるうちに年のりが見つからなくなったのよ。連絡も取れないの。年のりさんなら私と一緒に空港の搭乗ロビーにいますが。え、
あんたはホテルに置き去りにしてきたはずだけど。お母さんがホテルを出た後に私もすぐに出たんですよ。はあ？さっきあんたうろたえてたじゃない。あれ全部演技です。ってことでロンドンに置き去りはあんただよ。今なんて言った？夫からの伝言です。年寄りがそんなこと言うわけないでしょうが。結婚してからずっとお母さんが私に辛く当たるのが夫は我慢できなかったそうです。適当なことばかり言ってんじゃない。私の飛行機のチケットは息子が持ってるのよ。そもそもお母さんの帰りのチケットは最初からありません。そんなわけないでしょ。お母さんをロンドンの空港に置き去りにする計画は年寄りさんが立てたんです。はあ？お給を据えるにはホテルに置いていくより空港の方が効果的だって。ありえないっつーの。嘘つきバカ女。普段から私を中卒の貧乏嫁と罵っただけじゃなく、年寄りさんには私と別れろって言ってたそうですね。言った言った言ったわよ。あんたみたいな年上の腐りかけた金なし女は不要なのよ。4歳しか違いませんけど。それでも年間なのには変わりないでしょ。まだ28歳です。黙らっしゃい。年寄りにはもっと金持ちの嫁をもらうんだから、一日も早く別れなさい。お母さんのお金持ちって年収どのくらいが基準なんですか？最低でも年収1000万はないと不合格。そうだったんですね。意外と低くてびっくりです。100万じゃなくて1000万よ。ちゃんと分かってます。どんなに頑張ってもあんたには手が届かないでしょ。私の年収2000万なんですけど。は？そんなわけあるんですよね。だって貧乏だって言ってたじゃない。お母さんの基準がもっと高いのかと思ってて。中卒が2000万？何かの間違いだ。私もともとコミュニケーションが得意で営業成績ずっとトップなんですよ。え？ちなみに夫は私の部下です。なんですって？年寄りさんはぐいぐいいけないタイプなので営業成績的にはイマイチなんですよね。なんで早く年収教えないのよ。お母さんにたかられそうなので。年寄りさんも黙っていた方がいいって言ってましたし。人聞き悪いわ。だってお母さん養育費をお父さんから毎月30万ももらってたじゃないですか。は？誰に聞いたのよ。年寄りさんです。なんで息子がそんなこと知ってるわけ？時々お父さんと会ってるからですけど。私に隠れて勝手に会うなんて許せないわ。親の許可はいらない年齢です。口の減らない嫁。それなのに年寄りさんには働きながら女で一つで育てたからすごく苦労したって言ってたそうですね。女で一つは合ってるわよ。働いてないこと年寄りさん気づいてましたよ。それが何だって言うわけ？お父さんからの養育費が終わったら今度は年寄りさんに生活費払ってもらってましたよね。育ててもらったんだから当然のことでしょ。お母さんが住んでるマンションの支払いも年寄りさんがしてます。それも育ててやった恩返しをしてもらってるだけ。どこまでもあなたはひどい親ですね。生意気な口聞いてんじゃない。お母さんの浮気がきっかけで離婚したってお父さんから聞きました。余計なこと喋りやがってあのクソ男。年寄りさんが何度もお父さんにお願いして離婚の理由を聞き出したんですよ。だからって教える必要ないでしょ。お母さんの本性を知れてよかったと夫は言ってます。そんな話はどうでもいいわ。年寄りにさっさと帰りのチケットを持ってくるように言いなさい。私を置いてったらただじゃおかないわよ。ないって教えたのになんで信じないかな。怖いのでもう二度と日本に戻ってこないでください。それはさっき私が言った言葉だわ。でしたね。でもこれ私と夫の本音です。なんだって？もう一回言ってみなさい。二度と日本に戻ってくるな。なんなのその強気な発言。今までは猫3匹くらい被ってたんですよ。は？お母さんとうまくやっていけば年寄りさんが喜ぶと思ってたんですけど違ってたみたいです。私に嫌な思いをさせたことあんたに後悔させてやるわ。日本に戻る飛行機のチケットもないのにどうやってですか？年寄りが私を裏切るはずない。こっそり持ってきてくれようとしてるのよ。お気楽な脳みそですね。やかましいわ。それだけ元気があればロンドンで一人でも大丈夫そう。大丈夫なわけないでしょ。隠れてないで早く持ってきて。搭乗ロビーにいるって教えましたよね。それに夫は何があってもお母さんを助ける気はないそうです。まさか年寄りに限って？そのまさかです。永遠に日本に帰れませんよ。一時休戦しましょう。戦ってるつもりはありません。これはちょっとした嫁姑問題的な感じでしょ。違いますよ。お母さんとは完全に縁を切ります。嘘よね。本気中の本気です。今なら許してあげるから帰りのチケット取りなさい。まだお詫びの言葉聞いてませんけど。私が何を詫びるの？
私を中卒で貧乏のクズ嫁だと罵ってきたことと、恩返しという名目で夫に必要以上の援助をさせたことです。悔しいけど日本に帰るために謝るわ。ごめんなさい。無理やり感が半端ないですね。何でもいいから私を日本に連れて帰って、年収2000万あるなら今度はあなたが私を養いなさい。連れて帰るのも養うのも絶対に嫌です。謝ったでしょ。気持ちがこもってないから心が動きませんでした。くそ、謝って損した。私もお母さんと LINE して損しました。日本に帰ったらあんたたちをしつけ直してやる。帰る場所ありませんけど。は？お母さんの住んでたマンション契約期間満了だったので更新してません。は？これからはご自分一人の力で生きてください。だったらあんたたちの家に住む。そう言うと思ったので私たちは引っ越す手配をしてあります。そこまでする？ここまでしなきゃ空腹のヒルみたいにあなたは私たちから離れてくれませんから。だから新婚旅行に一緒に行くって言った時に快諾したのね。おっしゃる通りです。最後の旅行だと思ってお母さんには優しく接しました。本気だったなんて。私が住んでたマンションの荷物はどうするわけ？トランクルームに預けるのとお母さんの実家に送るのとどっちがいいですか？マンションはそのままでお願いします。ご自分で住むところは借りてください。私貯金ないのよ。でしたら住み込みで働いたらいいんじゃないでしょうか。私働いたことないの。ってことは新しい人生の扉が開くんですね。おめでとうございます。そんな扉開けたくないわ。じゃあ私たちが扉を開けておきますね。本当に本当に本当にこの辺で勘弁して。絶対に絶対に絶対に許しません。せめて飛行機のチケット取ってください。あ、何？マンションにある家具って夫が買ったものなので売っちゃいますね。そんな殺生な。もう飛行機乗るので失礼します。お達者で。後日談。義母はしばらく放心状態のまま空港で呆然としてましたが、我に帰った後親戚中に電話をしまくりましたが、普段の行いが悪いせいで断られてしまったそうです。困り果てた義母は別れた義父に何度も電話して飛行機のチケットを取ってもらい、やっとの思いで日本に帰国してきました。私と夫は日本に到着してすぐ義母のマンションの荷物を便利屋さんに依頼して全て処分してもらいました。何もなくなったマンションの部屋にへたり込んでいる義母は不法侵入の罪で捕まりましたが、すぐに釈放されたため住み込みで働く場所を探し始めているとか。オシャンティのかけらも残ってないかも。私たちは住んでいた家を他の人に貸し、新しい家を建てて気持ちも新たに生活を始めたのです。夫も少しずつ営業に慣れて仕事にも意欲的。あとはコウノトリが来てくれるのを待ち望んでいます。大至急連絡して、さっさと返事しろ。窓か、緊急事態。すみません、どうしました？遅いじゃない、何やってたのよ。マナーモードにしてたので気がつかなくて。仕事って15時半までだよね。18分も何してんの？着替えたり忘れ物ないかチェックしてました。それだけ？あー、どんくさい。元もノルマだもんね。そんな言い方しなくても。ところで今どこ？今松木代の近くです。あー、行き過ぎ。一度戻って。え？コンビニ通り過ぎたよね。はい、だいぶ前に。コンビニまで戻るんですか？そうだよ、急いでダッシュ。え？あ、はい。めいちゃん急用って。返事いいからコンビニまで走って。あとさ、前から言ってたんだけど、めいちゃんって呼ぶのやめて。バカにされてるみたいですごく嫌。でも夫の妹だし、どう呼べばいいか。めいさんでいいから。わかりました。コンビニ到着しました。新発売のチーズチーズチーズとサーモンフライ&ポテト、あと一口ガトーショコラ買って。ちょっと待ってくださいね。わからなかったら店員に聞け。ガトーショコラだけ売り切れだそうです。マジで？だから大至急って言ったのに。あんたがデレデレしてるから。もう最悪。ガトーショコラ一番楽しみにしてたのに。とりあえずあるのだけ買います。売り切れじゃ仕方ないですね。
何諦めちゃってんの？ガトーショコラ見つかるまでコンビニ回って。え、本気ですか？本気に決まってんじゃん。買ったらすぐ次のコンビニにダッシュ。ほらほら急がないとまた売り切れちゃうよ。急用ってもしかしてこれですか？そうだよ、気がつくの遅。何やらせてもグズなんだから。あんたは私の言うこと聞いてればいいの。歩いてないでちゃんと走ってよ。分かってます。確か3日前も買い物頼まれたような。あー細かくて疲れる。3日前のことなんか覚えてないよ。忘れないでくださいよ。あの最近外出てます？離婚してからずっと出てないけど。え、何なの？何が言いたいわけ？自分のものくらい自分で買いに行けってこと？あんたは幸せいっぱいだからいいかもしれないけど、半年前に離婚したばっかりで心がズタズタなのよ。わかる？そんな私に心の傷抱えたまま外に出ろっていうの？そんなつもりはないです。じゃあどんなつもりよ？あ、コンビニありました。今ごまかしたでしょ。そんなことないです。店員さんに聞くのでちょっと待ってくださいね。ありました、ありましたよ。あーよかった。買ったらすぐ持ってきて。あ、はい。何？今の間持ってくるの面倒なの？違います、メイさん実家にいらっしゃるので。家と逆方向だから夫のケン君に連絡しないとって思っただけです。ふーん、そう。連絡ついでにお兄ちゃんに私の悪口言おうとか思ってない？この前と今日のことは絶対に言わないで。どうしてですか？たった一人の妹が離婚引きずって外にも出られないの知ったら心配するでしょ。そんなこともわからないの？なるほど、そうですね。ケン君には仕事で遅くなったって伝えます。そうしてちょうだい。あ、そうそう、今日は絶対インターホン鳴らさないで。家の前に来たら LINE して。え？お母さん体調悪くて寝てるから起こしたくないの。お母さんどこかお悪いんですか？少し風邪ひいただけだからそっとしといて。わかりました。あとどのくらいで着く？あと30分くらいです。オッケー、とにかく急いで。駅に着いたらダッシュ。歩いたら許さないよ。やばい、お腹空いて倒れそう。急ぎます。メイさん着きました。速攻で裏庭に回って。誰にも見られないようにしてよ。裏庭に着きました。しゃがんで紐がついたエコバッグに入れて。もたもたしない、早く入れたら家から見えない場所に行って。なんでこんなコソコソしなきゃいけないんですか？あんたさ、少し頭使って考えなよ。あんたの姿見たらお父さんもお母さんも気使うでしょ。お父さんが上がっていけって言えばお母さんも起きなきゃいけなくなるし。それにさ、私が自分で買いに行けなくてあんたに頼んだって知ったらまだ立ち直れないんだってがっかりさせちゃうじゃない。そのくらいわかんないかな。あー、イライラする。私まで体調悪くなりそう。すみません、気が利かなくて。他にできることありませんか？ない、もう帰って。ご苦労さん。わかりました。あの、何？代金は？ケチくさ、後で払うよ。今日じゃなきゃダメなわけ？いえ、今度で大丈夫です。だったらさっさと帰りなさいよ。困った時また LINE するから。あ、はい。なんか嫌そうなんだけど、私のこと嫌いなの？ひっど。そんなことないです、メイさん大好きですよ。いいよ気を使わなくても。こんなんだから離婚されたんだよね。ああ自分で自分が嫌になる。お兄ちゃんに愛されてる。あんたが羨ましいよ。あんたと出会う前はどこに行くもお兄ちゃんと一緒だったのに。大好きなお兄ちゃんまで取られちゃった。そんなことないです、ケン君いつもメイさんどうしてるかなって心配してますよ。そんなの口先だけだよ。まどかの方がいいに決まってるじゃん。私もお兄ちゃんみたいな人と出会ってたら違う人生だったかも。ああ嫌になっちゃう。あ、そうだ、さっきも言ったけど
今日のこと絶対にお兄ちゃんに言わないでよ。はい、言いません。言ったら許さないから。わかった？わかってます。じゃあね、また明日。え？また明日？あー、きつい。マドカ、助けて。どうしました？マジでやばい状況。すぐ松木を言って。松木を？そう。今すぐですか？そうだよ、当たり前じゃない。もう仕事終わってるでしょ。今日は休みでちょっと外に出ていて。そう、だったらちょうどいいじゃん。近くにあるドラッグストアに行って。あ、はい。ドラッグストアありました。入ったらすぐ目薬売り場に直行。 V ロートプレミアムとホットアイマスク買って、あとキューピーゴールドアイプラスも買った。デレデレしてんじゃないわよ。ちょっと、いつまで待たせんのよ。あんたのせいで目の疲れが悪化しちゃうじゃない。返事くらいしろ。お待たせしました。買いました。そういえば、お母さんの具合まだ悪いですか？まだあんまり良くない。だからあんたに頼んだんじゃない。そうですか、心配ですね。今から届けましょうか？あら、急にできた嫁になったわね。私の教育のおかげかしら。きっとそうですね。ちょうど伺おうと思ってたんです。お母さんも心配ですし、今日はたまたま休みが一緒に取れたので。え？ケン君も一緒に行きますね。メイさんに会うの久しぶりだから。昨日からケン君楽しみにしてたんですよ。マジで？お兄ちゃんと一緒なの？そうです。あのさ、あとどれくらいで着く？あと40分くらいです。もうすぐ会えますね。あ、忘れてた。今日友達と約束してたんだ。出かけなくちゃいけないから、ゴンドリして。え？メイさんの好きな新商品買ってきたんですよ。もうすぐ着くので待っててください。あとケン君が話があるみたいなので。お兄ちゃんにこの前のこと言ってないでしょうね。言ってないですけど。今一緒に LINE 見てますよ。この前ってなんだっけ？あと、なんだったっけ。ああ、落ち込んでた日だ。まどかさんのおかげで助かったよ。よかったです。裏庭に行くとき見つからないかドキドキしちゃいました。でも、まどかさんって言われ慣れてないから変な感じ。そう？いつもそう呼んでるよ。裏庭？なんだっけかな。それより、昨日のお金返さなきゃ。今日のも合わせていくらだった？ちょっとお金下ろしに行ってくる。ケン君が今度でいいそうです。そう？でもやっぱ悪いから、そのまま家にいてくださいって。あの、まどかさん、昨日は急にお願いしちゃってごめんね。どうしたんですか？急に。いつもトロイとかノロマとか言うのに。ああ、あれは急いでたから。悪かったなって反省してる。そうですか？さっきもダッシュとか言ってましたよね。目が辛くて焦ってただけ。急がせてごめんなさい。メイさん、いつもと違う。いつもは。やめてください。それ以上は言わないで。わかりました。言わないので、これからはご自分で買い物してください。お友達と外出できるなら自分でできますよね。はい、すみませんでした。あと、私のことノロマとかどんくさいとか言うのもやめてください。それ言っちゃうのか。え、何ですか？いえ、何でもないです。心の底から反省してます。二度と失礼な言葉は使いません。失礼だって分かってて言ってたんですね。ひどいです。あ、その本当にごめんなさい。許してください。わかりました、許します。あー、よかった、ありがとうございます。でもケン君がかなり怒って、傷害罪で慰謝料請求するとか言ってて。え？慰謝料請求？なんで？罪になるようなことした？私に精神的な苦痛を与えてるって気がついてました？走れって強要しましたよね。私に対する失礼な言葉も傷害罪になるそうです。100万請求するって怒ってます。お母さんが具合が悪いのも嘘ですよね。昨日夜電話して確認したそうです。かなり怒ってるので本気でまずいですよ。どうしよう、ごめんなさい。何度でも謝るから許して。ねえ、お願いです。
慰謝料だけは勘弁してください。無理です。お兄ちゃんに心入れ替えるからお願い許してって伝えて。謝る相手間違ってません。まどかさん、申し訳ありませんでした。まどかさんからも頼んでお願いします。もう遅いですよ。着きましたので入りますね。いや、許して、本当にごめんなさい。夫のケン君は実家に入るなりすぐメイさんの部屋に行き、正座をさせた後2時間も説教してました。説教後、メイさんは今にいた私に土下座して謝り、私に対する態度を改めて失礼な発言もしないと念書も書いたのですが、それでもケン君の怒りは収まらず、きちんと反省してもらうために弁護士を立てて慰謝料も100万請求し、メイさんも同意しました。メイさんは私に慰謝料を払うためニート生活をやめてコンビニでバイトをしています。あれから3ヶ月経ち、私に新しい命が宿りました。夫の勧めで仕事をセーブしながら幸せな日々を過ごしています。嫁のくせに仕事ばっかりしてんじゃないよ。またその話ですか。お母さん、仕事中にそういう LINE を送ってくるのはやめてください。何度でも言わせてもらうわ。嫁っていうのはさっさと家庭に入って早く子供を産んで家事を完璧にこなすべきなのよ。仕事が好きなので結婚しても続けるっていう話を散々したと思いますけど、渡るが納得しても私は認めないわよ。あなたがいつまでも仕事をしていたら孫の顔がいつ見られるかわからないじゃないの。子供のことも渡ると話し合ってもう少し経ってからって決めてるんです。もう少しって明日？子供みたいなこと言わないでくださいよ。いつになるかわかりませんし、案外すぐかもしれませんし、何年後かもしれませんし。早く子供を産んでくれる嫁が来てくれたらよかったのに、なんであんたなのよ。それはすみません。もしかしたら妹さんの方が早く産むかもしれませんね。ゆうなが？それはどうかしらね。子供欲しいって言ってましたよ、ゆうなちゃん。ゆうな、子供を産む以前の話でしょ。え？なんでもないわ。最近ゆうなが忙しいって言って連絡まともにくれないのよ。そうなんですか。確かに忙しそうですね。一人暮らしするのはずっと反対してたのに急に出て行っちゃうんだもの。私、あの子がいないと寂しいわ。ゆうなちゃんのこと大好きなんですね。そりゃそうよ。今まであの子が連れてきた彼氏を全員蹴散らしてきたくらいあの子が大切なの。蹴散らすって何したんですか。偽のお別れの手紙を書いて渡したりだとか、ゆうなが浮気してるって噂を流して別れさせたりとか。うわ、最悪だ。ゆうなが完璧な男を連れてきたらこんなことはしないわ。でもあの子に似合ういい人を連れてこないんだもの。だから私がセコムするしかないでしょ。ゆうなちゃん、それを嫌がってると思いますけどね。は？あの子に暴れないようにやってるから問題ないわ。そうなんですかね。あんた、まさかゆうなと頻繁に連絡取ってるんじゃないでしょうね。そりゃ年も近いですし、一応義妹なのでいろんな話をしたりしますよ。ゆうなと仲良くなったって私があんたを嫁として認めるのとは別問題だからね。分かってますよ。ただ趣味も話も合うので自然と仲良くなれただけです。あ、そう。っていうか、どうしたら私を嫁だと認めてもらえるんでしょうか。まず仕事を辞めること、すぐに子供を作ること、家事を完璧にこなすこと、私のマッサージを朝昼晩すること。上から3つまでは分かりますけど、最後のは何です。姑をいたわることは嫁の大事な職務でしょ。しっかりやってくれないと困るわ。嫁と認めてもらえる日が来ない気がしてきました。そうよね。その時は離婚してもらうから大丈夫よ。っていうか、今離婚してくれてもいいんだけど、そしたら私が渡るの新しい相手を探してくるから。どうしてそういうことを言うんですか。渡るの帰りは遅いし、あなたと二人で家にいるのが億劫なんだもの。そしたら逆に、仕事辞めたら日中ずっと二人でいることになりますけど、いいんですか。あなたが家で家事をしっかりして留守番をしているなら、私は毎日どこかに遊びに行けるもの。今でもちゃんと家事やってますよ。まだまだ不完全よ。ちゃんとやってくれたら私は毎日遊びに行けるんだから。でもそのお金、うちの生活費から出るんですよね。うるさいわね。それくらい世話しなさいよ。私はもうすぐ還暦なんだからね。お母さんを見ているとお父さんに逃げられたわけがわかる気がします。失礼ね。逃げられたんじゃなくて私が捨てたのよ。まったく。そうですか、失礼しました。
とにかくさっさと仕事を辞めなさい。できないのなら離婚してもらう。離婚って、それを決めるのは渡るさんでしょう。お母さんは渡るさんの幸せを全く考えてないと思います。それはあんたの方でしょ。自分が嫁入りできたことを感謝すると同時に申し訳なく思った方がいいわ。めちゃくちゃな姑だ。あまりにめちゃくちゃな姑なので本音が出ちゃいました。私は綾香、29歳で会社員として働きながら主婦をしています。1年前に渡ると結婚し、それと同時にお母さんと同居することになりました。最初はそこまで口うるさくなかったんですけど、だんだんめちゃくちゃになっていって、今はこんな現状です。とうとう離婚を勧められる始末。渡るに相談するとちゃんと受け止めてくれて、お母さんに話をしてくれるのですが、聞く耳を持たないみたい。ストレスが溜まって爆発する前にどうにかしなければ。そう思っていたある日、姑がとんでもない行動に出たのです。あんたと渡るの離婚届用意しといてあげたから。え、どうしてですか。ニートの嫁なんかうちは必要ないのよ。え、仕事をクビになったくせに新しい就職先も探さないニート嫁なんてうちには必要ありません。え、待ってください、クビになんてなってないですよ。最近ずっとうちにいて部屋にこもってパソコンをいじってるでしょ。今日はどこかに出かけてるみたいだけど。いや、お母さん勘違いしてますよ。みっともない嫁だこと。金を納められないなら早く出て行きなさい。そんなの勝手すぎます。っていうかお母さん、あれだけ仕事辞めろって言ってたくせに結局離婚とか言い出すんですね。仕事は辞めても金を納めてくれないと困るの。はい、働かないとお金っていうのはもらえないんですけど。仕事もクビになる、態度も悪い、子供も産めない、そんな三拍子なあんたを誰が必要とするっていうの。だから仕事クビになってませんって。ゆうなちゃんの結婚式の準備で有給取ってるんです。え、準備を手伝ってほしいって言われてて、有給もずっと使ってなかったから一気に消化しておうと思ってここ最近休んでいたんですよ。いや、あの、ちょっと待って、ゆうなの結婚式、え、招待されてないんですか。招待も何も、あの子彼氏がいたの知らなかったんですか。話を聞くに3年前からお付き合いしていたそうですけど。そんなの聞いてない。私と住んでた時から付き合ってきたってこと。そういうことになりますね。また邪魔されると思って内緒にしてたんじゃないですか。あの子、私が別れさせたのやっぱり知ってたの。そうみたいですよ。だからって結婚のことも連絡しないってどういうことなの。普通は親への挨拶が常識でしょ。婚約者は何をしてんのよ。私はそんなやつ絶対婿とは認めないわ。何をしても婿と認めないくせに何を言ってるんですか。認めてほしいならまずは挨拶からでしょ。ゆうなちゃん、お母さんと縁を切るつもりだと話していましたよ。え、私と縁を切る。今まで育ててきてもらった恩はあるけど、離婚したお父さんへの態度も納得いかないし、過保護、過干渉がひどすぎてもう耐えられないって。そんな、私はゆうなの幸せを思って今までやってきたのよ。お父さんだってこれはゆうなの人生なんだから自由にさせろとか言っちゃって、その方がおかしいでしょ。あなたのやっていることはただのエゴですよ。お父さんの方がよっぽど思いやりがあると思います。今でもゆうなちゃんの相談に乗ってあげたり、今回の結婚式だってお父さんが支払ってくれるそうです。ああ、お父さんと会ってたの。なんでよ、なんで私に言わないのよ。嫌われて当然のことをしているからですよ。どこが、私は子供のことを思って。そう言いますけど本当は自分の思う通りにしたいだけでしょ。え、渡るさんだって私と一緒にいて幸せだと言ってくれています。それなのに無理やり別れさせようとする。ゆうなちゃんだって同じです。好きな人を連れてきてもすぐに否定される。あなたは自分の子供が誰かに奪われることを恐れていただけです。二人の幸せなんて一切願ってないんですよ。そんな、だって私は二人の母親なのよ。だから何ですか、二人の母親らしいことしてますか。母親らしいこと、私もお母さんと一緒にいるのはきついです。だから同居を解消しようと思っています。渡ると離婚するの。バカなこと言わないでください。離婚はしません。私と渡るはその家を出ていきます。あ、何勝手なこと言ってるのよ。私を一人にするなんて渡るが許さないから。実は今渡ると一緒にいるんです。今日は渡るも有給を取ってこれから
ゆうなちゃんと婚約者さんと4人で食事をする予定なんですよ。なんですって？この LINE を見ていて、わたるも限界が来たって言ってます。ただ家から追い出すのはかわいそうなので、私たちが出て行こうという話にまとまりました。ちょっと待ってよ、私は2人の母親よ、家族なのよ、無償な愛でつながっているの。家族だからって無条件に愛せるわけじゃないんですよ。ひどいことをされたら嫌になるに決まってます。そんな、私これからどうすればいいの？一人ぼっちになっちゃう。自分の行動で一人になるんですから、反省したらいいんじゃないでしょうか。稼ぎもないのよ、家はあるけど食に困るわ。働き先頑張って探してください。もう58歳なのに。還暦になっても働いている方はたくさんいらっしゃいます。何の言い訳にもなりませんし、同情もしませんよ。お願い、そんなこと言わないで、私を一人にしないでよ。もう離婚しろだなんて口うるさく言わないわ。信じられません。孫がいたら育児を変われとか言い出すんでしょうし。え、孫できるの？実は先日検査したら赤ちゃんができていました。安定期に入ってから報告しようと思っていたのですが、もう関係ないので言いますね。孫がお腹にいるって知っていたら離婚しろだなんて言わなかった？もう少し落ち着いてからとも思っていたんですが、私たちもそろそろということで、ゆうなちゃんのこと同い年ってことになりますね。え？ああ、ゆうなちゃんもこの間妊娠が発覚したんです。嘘でしょ、一気に孫が二人に？おばあちゃんにはなれませんけどね。孫は抱かせてもらえないの？そうですね、合わせる気はありません。ゆうなちゃんも同じ気持ちだと言っていました。そんな、私もっとあなたに優しくしたらよかった。ゆうなのことも思いやってあげたらよかったわ。永遠に会わないわけじゃありません。お母さんが本当に心を入れ替えたらまた会えるかもしれません。なので反省してください。本当にごめんなさい、私が間違ってました。そうですね、それではこれから4人で食事なので失礼します。食事が終わったら帰ってきて、話がしたいわ、謝りたいの。わかりました、帰ったら話し合いましょう。4人での食事が終わった後、家に帰り夫と姑と私で話をしました。お母さんは反省していると言っているものの、人はすぐに変われないと思うので同居は解消することに。いつかお母さんがいいおばあちゃんになって孫に会えることを願っています。それまでにうちの子が元気でいられるように頑張って育てていきたいです。行き遅れの舞さんに朗報よ。いきなり失礼ですね。そんなかわいそうな子に男を紹介してあげるわ。紹介、男性ですか？なんと私の弟よ。お姉さんって弟いたんですね。せっかくですけど遠慮しときます。あなたももう26歳でしょ、そろそろお父様を安心させてあげなきゃ。両親は別に何も言ってませんけど。そりゃ本人には何も言えないわよ、内心は心配してると思うわよ。まだ26歳ですし、お話はありがたいんですけどご遠慮させてください。うちの弟が気に入らないっていうの？そういうわけじゃないですけど。じゃあ来週の金曜日5時にうちね。そんな勝手に、私は行きませんから。ちょっとなんで来てないのよ。私行かないって言いましたよね。今からでもいいから来なさいよ。嫌ですよ、それに今日兄いませんよね。どうせ行くなら兄のいる時にします。そうよ、だから今日にしたんじゃな。いいえ、とりあえず来なさいよ。え、なんか企んでるんですか？そんなんじゃないわよ。とにかく来るまで待ってるからね。ちょっとお姉さん、さっきからチャイム押してるんですけど。うん、鍵開いてるから勝手に入って。え、じゃあお邪魔します。適当に何でも使ってて。え、お姉さんいないんですか？ちょっと用事ができちゃって出てるのよ。は？いやいや、私帰ります。困るわよ、家に弟がいるから。弟さんと2人でいろって言うんですか？嫌ですよ、見たこともない人なのに。この私の弟なんだから大丈夫よ。何がですか、今どこにいるんですか？ちょっとした野望用よ。は？勝手なことしないでくださいよ、紹介してほしくなんてありません。
モカもいるのよね。だから中で面倒見ててよ。弟さんいるならいいでしょ。紹介してやるって言ってんだから早く中に入りなさいよ。嫌です。知らない人となんて会いたくありません。モカも弟見るの初めてだし、かわいそうだと思わないの？だからって強引すぎるでしょ。モカちゃんを餌に使うなんて最低です。感謝してほしいぐらいだわ。売れ残りのあなたにいい人紹介してんだから。売れ残りって。とりあえず帰ってもらってください。モカちゃんは私が見てますから。せっかく来てもらったのに、そんな勝手なことできないわよ。とにかく帰ってもらってください。じゃないと家に入れませんよ。あなたにはもったいないくらいの男前よ。二度とそんな縁ないからね。まあ子供見ててくれればそれでいいんだけど。はい？まさか子供の面倒を見させるためだけに紹介するとか言って呼び出したんですか？あなた独身だし、紹介するって言えば簡単に来るかなと思ったんだけど。とりあえず男返すから子供見ててね。男って弟さんでしょ？何ですかその言い方。弟よ。今帰るように言ったからくれぐれも主人には黙っててよね。私は家にいるってことにしてるんだから。なんで私が最低なお姉さんに味方しなきゃならないんですか？てか弟さんずいぶん若いんですね。え？弟さんでしたよね。弟よ。主人には弟のことも伏せといてね。サプライズで紹介したいのよ。言ったら承知しないから。最低な人間ですね。嘘ついて子供の面倒を見させるなんて。いや、クズですね。いや、ゴミですね。ゴミですって？じゃああなたは何なのよ、生き遅れの売れ残りのくせに。生き遅れだろうがなんだろうがお姉さんよりマシです。まあ何でもいいからさ、とりあえずその子見ててよ。あなたは本当に最低ですね。とりあえず私忙しいから頼んだわよ。ちょっとお姉さん。明日の夕方までお願いね。仕事休みでしょ？話になりませんね。じゃ、よろしく。あなた何したの？何もしてませんよ。どうかされましたか？家が空っぽだし、モカもいないし、どこにあったのよ。あ、モカちゃんならここにいますよ。荷物は知りません。ふざけないでよ。連れ去ってはね。警察に行ってやるから。どうぞご自由に。今から警察にかけるからね。何も気づかないんですか？何がよ。私のものが何もないわよ。私がそんなことすると思いますか？昨日からモカちゃん見てるんですよ。じゃあ誰が？まさか。そのまさかでしょうね。お兄ちゃんここにいますし。なんで？公衆じゃ。公衆なんて言ってないらしいですよ。浮気調査してたらしいです。どうして？嘘でしょ？どうしたんですか？お姉さん。ああ、もうお姉さんじゃないか。主人に説明してよ。私は悪くないって。え？悪いですよね。しかも聞きましたよ。弟なんかいないって。勘違いしてるのよ。昔生き別れた弟がいて。へえ、そうなんだ。バカにしてるの？してません。何が言いたいのよ。弟ってお金で買うんですね。で、子守までしてくれるんですね。いくら払ったんですか？そんな仕事してる人初めて知りました。何ですって？兄に聞いたんですよ。お金で買った男と浮気してるって。あの時家にいた人も兄のお金で買ったんでしょ？主人が？そんな全部バレてるってこと？弟とホテルに行くなんてとっても仲がいいんですね。それは生き別れたから。それにしても何人も弟がいるんですね。え？兄が言うには4人と浮気してるって。ああ、弟だから浮気じゃないのか。お姉さん元気ですね。そんなあなたから言ってよ。は？何をですか？私は悪くないって。あなたが悪いのよ。なんで私が悪いんですか？よくお金で買った男を家に入れられましたね。あんたがいつも素直に言うこと聞いてればこんなことにはなれなかったわ。そもそも私は行きませんって。まあモカちゃんのこと考えると言ってよかったですけどね。そうよね。モカのことを考えてよ。あの子には母親が必要だわ。母親名乗れるようなことを何もしてませんよね。浮気相手に面倒を見させるくらいだし。私が産んだのよ。私が母親よ。そうですね。でもそんな母親ならいらないですよね。あまり者のくせに偉そうに言うんじゃない。ってことで私に何言っても無駄ですよ。お兄ちゃんが決めることなんで。お願いよ。何でもするから。無理です。これから一人でどうやって生活しろっていうのよ。知りませんよ。養育費分取るからね。はい？養育費もらえると思ってるんですか？母親の私に支払うのが当たり前でしょ。何言ってるんですか？
養育費は子供を育てるためのものですよ。どういうこと？モカちゃんってお兄ちゃんが引き取るんですよね。離婚になったらそうね。私仕事してないし無理よ。ですよね。じゃあ養育費は陽子さんが支払うんですよ。なんでそうなるの？アホですか？バカにしないでよ。説明しなさい。だから陽子さんにお金は入りません。払うのは陽子さんです。以上です。じゃあ慰謝料でいいわ。1000万くらい請求するから健一さんに伝えといてね。アホですか？だからアホって言わないで。何がおかしいのよ。一方的に離婚されるんだから慰謝料は当然いただくわ。アホですね。いやクズでした。ゴミでした。本当に何なのよ。慰謝料も陽子さんが払うんですよ。はい？なんでそうなるのよ。浮気したのは陽子さんでしょ。じゃあ悪いのは陽子さんです。だから払うのは陽子さんです。アンダーさん？意味がわからない。私は離婚するつもりなんてなかったわ。陽子さん終わりましたね。お兄ちゃんのお金でセレブだったのに急に借金抱えるなんて本当に残念ですね。なんでこんなことに。ご愁傷様です。私としてはモカちゃんと入れてとっても嬉しいんで、陽子さんには感謝です。さようなら。待ってよね、舞さん。舞様、お願い。その後兄夫婦は弁護士を挟んで離婚し、養育費はなし、慰謝料は分割で支払うことで兄は了承しました。もちろん親権、養育権ともに兄で、兄は家を売り払い、我が家みんなで楽しい生活を送っています。陽子さんはというと、仕事がなかなか見つからず、生活も苦しい上に、貢いでなんとかなっていた浮気相手の男たちにも捨てられたようです。何度も謝罪や言い訳の LINE が来ていましたが、あれ以来ずっと無視しています。セレブな生活をしていただけに、これからが大変でしょうね。今はとにかくモカちゃんが健やかに育つよう、家族全員で協力しながらやっています。帰りに離婚届もらってきてよ。いや、夕飯のお使いみたいな感じで何言ってんだよ。いいからもらってきなさいよ。もうあんたとは離婚だから。急にどうしたの？何かあった？もうあんたと暮らすの限界なの。ひょっとこみたいな顔してるし、髪も薄くなってきたし、なんか緑亀みたいな匂いがするし。どんな匂いだよ。そんなことでいきなり離婚なんて無茶言うなよ。このままあんたと暮らすことこそ無茶なんだけど、結婚してから長年にわたって私がどれだけ我慢してきたかわかる？長年ってまだ半年だろ。私には何万年にも感じられたわ。悪夢のような日々だった。とにかくさ、いきなり離婚なんて言われても、はいそうですかとは言えないから、今日は早めに帰るから話し合おうよ。話し合いなんて無駄よ。私の決意は変わらないんだから。絶対に離婚する。知ってるでしょ？私は一度言い出したら絶対に引かないんだから。それは知ってるけどさ、離婚してどうするんだよ。ゆかは専業主婦になりたいからって仕事も辞めちゃったでしょ。私は自由になりたいのよ。あんたという足かせから解き放たれて自由になるの。そう、私は自由な海猫。渡り鳥は一つの場所にはとどまらないものなのよ。海猫は渡り鳥じゃないよ。渡り鳥はカモメな。あんたって細かいわよね。そういうところも本当に無理。もう離婚しかないわ。なんでそうなるんだよ。私はあんたみたいなブサイクな貧乏人とは別れてセレブとして暮らすのよ。邪魔しないで。貧乏人って同世代の中では稼いでる方だと思うんだけど。それにゆかは収入もないし、セレブどころか普通に生活できるの？ちょっと稼いでるからって油断してた？私は今やあなたとは比較にならないくらいリッチなのよ。マジで言ってる意味がわからないよ。どうしちゃったのさ。本当にしつこい人ね。仕方ないから教えてあげるわ。私は今2億円持ってるの。はい？宝くじが当たったのよ。やっぱりお金っていうものはふさわしい人の元に集まってくるものなのね。マジで？ゆか、宝くじなんて買ってたっけ？前俺が買ってるの見てバカにしてたじゃん。そんなの当たるわけないって。友達と一緒にノリで買ったのよ。それが見事当選。もうあんたは用なしよ。これからはあんたなんかとは比較にならないイケメンと暮らすの。は？イケメンって誰だよ。浮気してるってことか？だったら何だって言うの。
大体あんたみたいなちょっと収入がいい程度の取り柄しかない男が私ほどの女独り占めできるとでも？嘘だろ、冗談はよしてくれよ。冗談はあんたの顔でしょ。本当にそれでいいの？後悔しても知らないよ。やっと自分の置かれてる状況が分かった。ユカが最低な女だったってことは分かったよ。まさか浮気してたなんてな。絶対許さないから。許さないって何？慰謝料でも請求するつもり？いいわよ、せいぜい100万くらいのものでしょ。そんなはした金くれてやるわ。よくもまあそこまで表現できるもんだな。なんか人間不信になりそうだよ。とにかく離婚届は持って帰る。よろしくね。あー、新生活楽しみだわ。俺は健太、31歳の会社員です。ユカとは共通の趣味を通じて知り合って半年前に結婚したばかりでした。交際中も結婚後も関係は良好で、これから幸せな家庭を築いていこうなんて思っていた矢先にこの連絡です。お金が人を変えるなんて話は何度か耳にしたことがありました。しかしまさか自分の身に降りかかってくるとは想像もしておらず、離婚に応じた後もしばらく呆然としてしまいました。もっともユカの場合はもともと浮気しており、俺は単なる金づるとしか思っていなかったようです。なのでお金で人が変わったというより本性が出てきただけなのかもしれません。結局俺は会社の帰りに役所で離婚届をもらってすぐに記入、わずか半年で結婚生活を終えることになりました。自分の人の見る目のなさにうんざりしつつも、やはりユカへの怒りは簡単には収まりません。しかし1週間後、最高にスカッとする展開が待っていました。それでは LINE をご覧ください。ケンタ元気？あなたの可愛い奥さんだよ。びっくりした？あんな別れ方して平気で連絡できるお前のメンタルにはびっくりだよ。なんだ、結婚半年程度じゃ財産分与もないぞ。もうすっかり騙されちゃって。ケンタったら可愛い。は？俺はひょっとこ顔の緑亀じゃなかったのか？もうすねないでよ、私の愛しのダーリン。なんか用なの？俺忙しいんだけど。今日もお仕事頑張ってるのね。夕飯はケンタの大好きなビーフシチューにしてあげるね。本格的に意味がわからん。うざいからブロックするわ。待ってよ、もうまだ気づかないの？全部ドッキリだったの。びっくりしたでしょ？は？だからこれから帰るね、二人の愛の巣に。俺引っ越したから短期間で即入居できるところ探すの大変だったよ。何勝手なことしてんのよ。どこに引っ越したの？離婚したんだし俺の勝手だろ。他人に引っ越し先を教える気もないから。だからドッキリだって言ったじゃないの。もしかして本気にしてた？ドッキリで離婚するやつがどこにいるんだよ、ふざけんな。そんなに怒らないでよ。とにかく今日からまた一緒に暮らそうよね。俺さ全部知ってるんだけど、どうせ宝くじを引き換えできなかったんだろ。は？何言ってんのよ。もしかしてあんたの罠だったの？罠ってなんだよ。戸棚の引き出しにあった宝くじを見たんだよな。すごい偶然で驚いたよ。まさか一等の当選番号と同じ宝くじがあるなんてな。わざとなんでしょう。偽物の宝くじ用意するなんて偽装なんだから犯罪じゃないの？銀行に持って行ったのに引き換えできなかったし。わざわざ偽物なんて用意しないよ。じゃあどうしてなのよ。だってそれ去年の宝くじだし。え？去年買って忘れてた宝くじが開封されてたから、おかしいなーって思ってよく見たら1枚足りなかったの。連番で買ったから確認したら、ちょうどなくなってたやつが今年の当選番号と同じやつ。すごい偶然だよな、びっくりだよ。え、じゃ本当に全部私の勘違いだったってこと？おかげでお前の本性を知れてよかったよ。いや勘違いだったんだからもう水に流そうよ。今から帰るからさね。実家にでも帰れよ。あ、実家にも帰れないよな。お前のご両親にも事情は全て話しておいたから。お父さん激怒してたぞ。は、なんでそこまでやるのよ。そりゃお前のご両親には優しくしてもらったしな。ちゃんとご挨拶しただけだよ。マジじゃん、電話も繋がらない、着拒されてるし。あんたのせいなんだからね、責任取って引っ越し先教えなさいよ。全部自業自得だろ。
イケメンの浮気相手と仲良くしてろよ。あんな貧乏男無理だし、顔だけで返そうなしなの。知らねえよ、お前が自分で選んだんだろ。あ、でも慰謝料をしっかり払ってもらうからな。結婚期間は短かったけど、一方的な浮気が原因だったから、お前と浮気相手にそれぞれ100万円請求させてもらうぞ。はあ、そんなの払えるわけないでしょ。ん、100万円なんてはした金じゃなかったのか。それは2億円持ってたのの話、今の私には大金なの。だからお前の都合なんか知らないって。弁護士通じてしっかりと請求させてもらうからな。やだ、弁護士なんて怖い、全部謝るからさ。許してよ、ちょっとした気の迷いだったのよ。何でもするから私いい奥さんになるからさ。あ、忘れてたよ、お前さ、その浮気相手に結構見ついてたよな。念のため探偵とか使っていろいろ調べたんだけど、車まで買ってやってんのな。普段あんま確認しない貯金用の口座見てビビったわ。半年で300万も使い込みやがって。これもしっかり請求するぞ。そんなの払えないって、宝くじが当たったと思っていっぱい借金しちゃったのよ。引き換えできなかった時点で彼にも逃げられちゃったし、買ってあげた車とか腕時計とかだけ持ち逃げされて最悪なの。私かわいそうでしょ。全部自業自得だろ、俺には関係ない話だ。払わないと言うなら裁判で争うまでだ。こっちには証拠もたっぷりあるんだからな、覚悟しとけ。やめてよ、これ以上私を追い詰めないで。追い詰めたってよりほぼお前の自爆なんだけどな。宝くじが当たったら逆に人生が狂うなんて言うけど本当なんだな。当たってもないから、私1円ももらってない。あのさ、仮に当たってたとしても俺が買った宝くじだからな、最初からお前のものにはならないから。つまり最初からお前は終わってんの、アンダースタン。そんな、億万長者になるはずだったのに、私のセレブ暮らしが。じゃあとは弁護士通じて話そうか。以上、さようなら。ちょっと待ってよ、ねえ、無視しないでよ、お願い、私を見捨てないで。その後、俺はユカと浮気相手に対してそれぞれ100万円の慰謝料を請求。さらにユカが結婚後の半年で男に貢いでいた300万円もしっかりと請求しました。男にも逃げられ、両親にも感動されたユカは誰にも頼ることができず、俺への慰謝料などの支払いのために借金まみれになって昼夜を問わず働き通してボロ雑巾のようになっているようです。一方、俺は金食い虫の嫁がいなくなったことで以前よりも充実した毎日を送ることができています。